おはようございます。おはようございます。ドルフィニストアツです。ドルフィニスト彩子です。今日は4月の第1週目の火曜日。で、ゆかくん、ゆかちゃんからの聖なる言葉をお送りしています。ね、もう4月になりまして、1日です1日ですね。今日はなんか消費税アップのことでなんか話題持ちきりな感じですけど。そうですね。ね。3月最後に買い物ね。一応、さっきもテリーさんと話してたんですけど、テリーさん、スラックスを4本買った。ズボンを4本ね、買っさった。きおっしゃってますね。私たち漏れなくガソリンもあ、ガソリン満タンに満タしンにまなりましたたね。ガソリン満タンにしたり、日用品を買ったりもしましたけど。ね。やっぱガソリンスタンドいろんなところはなんか並んでましたよ昨日は並んでましたね。で、やっね。ね。ぱりちょっと1円でも2円でも安いところに並んでたね。まあ、その気持ちはわかりますね。イランイランさん、おはようごおざいはようございまます。ニす。コさん、おはようございおはまようごす。ざいま今す。から本番だ。そうなんで、さっそきう、これはからなんでますだね。セッティング中でした。ね、今日は。あ、でも嬉しいニュースも今日あったよね、朝。ね、昨日ニュースで、オランダのハーグの方で国際司法裁判所っていうのが国連の機関であるそうですけど、そちらの方が、商業捕鯨、まあ、日本の商業捕鯨を、の許可を、まあ、なんか取り消しにするっていう、まあ、ニュースが入ってましたけれども、まあ、これから日本がね、この、まあ、南極海でクジラを取るっていうことが、まあ、ちょっとまあ難しくなっていくのかなっていう、そんなニュースだったんですけど、まあね、クジラ、まあ、こうやって外圧が来て日本のクジラを取ることがこう難しくなっていくっていう、まあ、この感じは、まあ、日本人としてはちょっと心苦しいところありますけど、もうこの流れでですね、まあ、イルカとか、あるいはクジラの、まあ、命が守られていくのであれば、まあ、しょうがないのかなっていうふうに、私たち思うんですけれども。しょうがない。消極的な、消極消的な。極的でな。もまあ、内心は嬉しいんですけど内ね。心は嬉しいのに、しょうがないって言ね、ってる。まあ、そっか。嬉しいですね。まあ、テレビとか見てると、そのまあ、クジラをね、取られてるところの地方の方々の声とかは、やっぱりすごく残念ですっていうね、映像が流れてましたけど。そうですね。長崎の方とかはクジラを食べる文化が結構あるので、食べれなくなるのが寂しいって。和歌山の方とかね、岡山とかそうでね、すでよきね。れば、ね、そのオーストラリアの方とよく話して、少しでも、ちょっとでも多く食べれるようにしてほしいなっていうコメントもあって、そうだよね、と思ったんですけどね。まあ、これから、まあ、そのイルカ漁についてとかも、まあ、いろんな議論が起こってくるんじゃないかなってちょっと思いますね。でもまあね、イルカを愛する私たちとしては、命が守られるのは嬉しいなと思います。で、あ、藤子さんが長崎お正月にクジラ三昧ですって書いあ、クジラ三昧ですか。てある。やっそうぱなんだね。一番お祝いのおめでたい、あれなんですね、食事なんですね。で、ゆっこさん、おはようございまおはようごす。ざいまあやさん、す。おはようございまおはようごす。ざドいミまンアイさん、す。おはようごぼざいやよぼまやまし。マロさん、おはようございす。おはまようごす。ざいマリまさんす。もおはようございます。皆さん、続おはよ々うごとざチいャットま書いす。ていただいてありがとうございます。なんか嬉しいですね。朝も、目の前で会ってるみたいな気分になるのが、このスピリチュアルテレビのチャットのいいところですよね。なんとなくお会いしてない方も、お顔のイメージが浮かぶような感じです。ね、じゃあ、4月のメッセージいきましょうかね。そう、早速もう行きますかね。あ、早い。はい、じゃあ行きましょう、行きま 3月はね、枠越えっていうメッセージで、ょう。ね、皆さんもいろいろ枠を越えていきましたでしょうか。結構うちのワークショップとかセッションに来る方々は、まあ軽々もう楽しく越えていったよっていう方もいれば、もう本当に辛かったって、こんなことなんで起こるんだろうっていうような辛い体験もされた方もいたんですけれども、まあいろんな自分がもうこうあってほしい、こうあるべきとか、普通こうだよねとか、
なんでこうじゃないんだって思っていたようなね、自分の枠を超えて、それ以上のことが起こっていくっていう体験があったと思うんですね。なので、やっぱその枠を超えたことをね、例えば怒ったり、相手が求めてきたりとかすると、その枠にガンガンガンって頭とかね、こう肩とかバンバンバンって当たるので、やっぱ痛いですし、辛いですし、相手ともこうバンバンってね、当たるようなやり取りをしなくちゃいけないので、なんて言うんでしょうね。やっぱそれをしながら超えていった方は、結構きつかった3月になったかもしれないんですけれども、まあそれを、まあ自ら望む方向だったなと思って、楽しんでやってみる、トライしてみる、逆に、頑張ってみるとかね、一生懸命やってみるっていうことで超えていかれた方もいらっしゃると思います。でねえ。もまあ、今までのやり方とは違った超え方をされた方もね、またいらっしゃったかもしれない。頑張るじゃない、なんか、あ、私が、なんかね、自分の中の何か、今までこう見てこなかった、受け止めきれなかった自分を、なんか見る機会になったっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。日本さん、超えました。日常の些細なことだけですが。でもそあ、のそうで日す常か。の些細なことがね、結局毎日繰り返していくので、結構そういうところに気づくことって大事ですよね。毎日毎日やってるところで何かそうやってブレイクできる、超えられるっていうのは結構全体にこう浸透してきて、大きいことじゃないのかなそなうんです。て思います。なんか一つの領域でこう超えると、なんか他いろんなもののがこう領スムー域、ズに流れるようになるっていうそうのありね、ます他の領域でも同じところがポンって超えられるっていうのはあると思います。私も今回超えたの、超えた、まあいくつかあったんですけど、すごいなんか一生懸命頑張ることで、まあ諦めないで頑張ることで、まあ集中してやることで超えたっていうのが一つあったのと、あとは今までだったら、それはもう絶対私だったらやらない。っていうね、私なんか似合わないとか合わないとか、それはこんな人がやることであって私がすることじゃないって思ってたものがあるんですけれど、いやー、それも本当自分で作った枠だな、私がそれをやってみてもいいじゃないかっていうようなことがあって、ちょっとトライしてみたっていうことがありましたよ。なんかこんな自分もいいかなみたいそな、れいいかな許っして。たんですそうね。そう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 。なんかありましたか？ そうですね。いろいろありましたけど、まあ、自分としてはね、なんか新しいことにチャレンジしつつあるのかなって。まあ、まだ表には出てないところもありますけれども、少しずつ準備してる感じがしますけ着々と準どね。着々備と。してる。チョコリンコさんが今日は出かけなくちゃいけないので見られませんけど、後ほどカード。はい。あ、はい、わかりました。わかりました。気をつけていってらしてください。いってらっしゃい。じゃあね、3月に引き続きます。4月のメッセージ、ちょっとそう皆でさすんにね。聞いていただきたいと思います。じゃ、テリーさん、お願いしおま願いいたす。します。こんにちは。こんにちは。ドルフィニストアツです。ドルフィニストあやこです。今日も葉山から公開収録させていただいてます。皆様お集まりいただきましてありがとうございます。みんなノリが良くてね。ねえ、いいですね。もう4月です 4月のメッセーよ。ジになります。もういよいよなんかもう入学式とか、入学式もうとすか。ぐね、いろいろ始まりますよね、会社のね。はい、まあ、そんな暖かい季節になってきましたけど、じゃあ、イルカ君、お願いします。いいですか？もうお話ししてもいいですか？お願いします。皆さん、こんにちは。こんにちは。4月のいる。4月のいる、ちょっ4月と、のいる。4月のいる。こういう感じかな。そういう感じだな。みんな元気？元気。元気？元気よかった。僕も結構元気。3月はさ、いろんな枠を超えて、
限界を超えて、あ、自分がこの大きさかと思ったら、あ、もっと大きくて、うん、あそこまでがいけないと思ったらそれ以上いけて、うん、遠いと思ってたものが近くて、うん、近いと思ってたものが遠くて、小さいものが大きくて大きいものが小さくて、いろいろ自分の思っていた思いの枠を超えてったんだよ、うんうんうん、で枠を超えていくっていう、そうそうそう、言ったでしょ、3月、うん、その枠は自分が考えてた通りのこと、それが枠、うんうんうん、結局自分が設定して自分がそうだと思い込んでるもの、それ自体が枠なんだよ、うん、それ自体が限界なんだよ、うん、そうだって思ってたけど、うん、自分がそうだって言ってただけだみたいな感じで、そうなんだみたいな体験、3月にいっぱいあったと思うよ、うん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 、そう、そしたらさ、仕事はどうかな、うん、そしたらさ、自分がそんなにね、うん、軽々と思ってた以上のことをできたり、うん、軽々とそこを越えてあそこまで行けたりするんだったら、うん、だったらみんなどうする？軽々ね、自分の思った通りになるんだったら、もっとやっちゃうからやっぱよく出るよね、そういう時。でも同時にブレーキも踏みたくなるし、踏みたくもなるよね、そんなに言っていいのかなみたいな、それはまずいんじゃないの、ブレーキ&なんだっけ、これな、式ってなんだ、サイドブレーキ、あ、サイドブレーキそこまでやった、ロックしてたの、それぐらいまで自分抜くとアクセルをグイーンと踏むとブレーキもグイーンと踏むみたいな感じにちょっとなるかな、なりそうですか、4月、うん、ブレーキとアクセル両方踏んじゃいそうだ、両方踏んでキキキキュースピード出して出して出してストップみたいな感じとか、うん、あ、ストップしたから次どうしようかな、チュッ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 ブリーンみたいな感じとかあると思うよ、うん、ちょっと加減が分かんないんだね、うんうん、だってさ、限界超えてもっとのところ行ったらさ、初めての領域だからどのぐらいどうしたらいいか分かんないじゃん、調子に乗ってここまでやっちゃっていいのかなとか、そんなことしたらもしかしてなんかやばいこと言われるんじゃないかとか、仲間外れされるんじゃないかとか、多額の借金を負うんじゃないかとか、事件が起きるんじゃないかとか、まあ、いろんなこと考えますよね、殺されるんじゃないかとか、究極は死に関わることをなんかイメージ妄想してると思うよ、命に関わること妄想すると思う、うん、そう思ったらちょっとそんなにやっていいかなって思っちゃうね、そしたら急にブレーキや守りに入ると思う、うん、でその時に思い出してほしいのが、自分の限界を作ってたもの、うん、先月ね、この限界を作ってたものこそがそういった恐れだったよ、うん、恐れからそういう限界を作ってた、ね、作ってた、うん、そしてこの限界を超えた今なお、もっと大きな恐れを作ってもっと高い壁を作ろうとして、うん、こんなにブレーキを踏んでるんだっていうことに気がついてほしい、うん、同じ、そうか、壁を越えたと思ったけどまたその次に壁を恐れが作るんだね、ま、たそう、さっきの壁よりももっと高くするんだよ、それは幻想だって、もう簡単に言わないでそんなに簡単に言わないで、でもそうやって面白いですね、次から次壁を作る、そう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 、そして自分がその限界を超えて壁を超えて戦ってるみたいな感じがみんな好きなんでしょ、うん、ロッキーみたいな感じ、うん、でもそうやって自分がこう成長していってる感じするんですね、そう、それが好きなんでしょ、だからみんなそういうロールプレイングゲーム好きなんでしょ、うん、壁を越えてポイントが上がって、自分のなんか パワーのポイントが上がって成長したからここまでできるみたいなのが好きなんでしょ、うん、そのお好きな通りのゲームができますよ今月もまたご用意されておりますそうお好きな高さの壁をご用意しお好きな厚みの壁です、で頑丈にもできるしペラペラにもできる、できますね、あなたが思うぐらい頑丈で、うん、最後の一発では壊れるようにしてございますとても安全な壁でございます、そうか、もう指一本で破れるかもしれないし、すっごい
勢いでやらないと壊れない。そう、それはあなたが思った通りのものを作ってる壁ですね。うん、そう、自分で思った通りだから、うん、自分にちゃんといい感じにしてんだよね。ドラマチック好きな人はなかなか超えられない、超えられない、最後に超えるとか、悲劇のヒロイン好きな人はやっぱり超えられないわみたいな壁だったりとか、うん、いろいろ。なるほどね。じゃあもう人と比較してもしょうがないね、壁ね、うん、その壁は自分の思ってる通りのものだからね、うん、3月突破して4月また作る壁、うん、でもそれは3月と同じ方法で超えられるんだよっていうことをお伝えしたいです。うん、ちょっと4月は複雑な感じがするんだね。じゃあ3月よりもね、うん、ほら、超えて自由になってるのにあるから戸惑うんだよ、うん、自由になってもうすごいエンジンもかかってスピードも出てる、勢いもあるのに、それに突き破れないほどの壁を自分で作ってくるからちょっと戸惑うんだよね、うん、面白いね。面白いね。そう、でももうね、皆さんの中にはその壁をすぐに見破る人もいるよ、うん、あ、これ自分でまた恐れてそういう悪い役作って、反対する人作って、それジャッジする人作って、文句言う人作って、これ全部私が想像した劇中の役割だってすぐ見破る人もいるよ、うん、もしくはふーんってスルーしていく人もいるよ。でも今までと同じやり方で3倍力を入れて超えようとする、前と同じパターンを強化してやる人もいるよ。まあいろんな人がいる、ね、これなんかさ、テストみたいな感じ。1月2月3月までの来た4月はテストみたいな感じ、練習問題用意してあって、はい、どんなパターンで解いてきますかみたいな感じが4月にあるような気がして、面白い。でその壁で、あ、無理かっていう風に作る人と、うん、あ、するするって行っちゃう人といるね。そこでちょっと自分の成長の度合いとか変化の度合いが見えると思うから、その見えたら、うん、あ、よくやったねとか、あ、それ見破れる自分になったねとか、うん、それに翻弄されなくなったねとか、ちゃんと自分を評価して褒めてあげてね。見破れるように皆さん実はなってるんだからね。なってるのにでしょ、うん、そうそうそう、そうやって突破していく自分を褒めて称えてあげて、ご褒美もね、チョコレートとかね、うん、あげてね。アチブだったら何あげんの、自分に。何しようか、温泉行くかな。温泉でしょ。だいたい温泉入ってればね、2時間ぐらい入るでしょ。全然出てこない。温泉が大好きです、うん、僕はチョコレート大好きです、うん、イルカちゃんだったらカフェラテ、ほら、あやちゃんはショッピングかな、大体ね。そういうか、あやちゃんは買わなくても見てるだけ満足だから、うん、アチピ温泉入ってる間パトロールで、ショッピングでパトロールしてるね。そういうのもあります、うん、だってイルカちゃんはお茶飲んで、僕はチョコレート幸せな夜、シュールを楽しみにおいて、4月みんなでどんな風になるか楽しんでいきましょう。はい、ありがとうございます。
にその方がいましたね。これさっき後ろに映ってたです。可愛いでしょ。ね、可愛いですね。ドルフィンアイさんからいただいたんですけど。そうですね。なんかこの形がね、もう何とも言えないですね。この座るんですよ、それしかも。もう一等身なんですよ、これ。そんなことはない。一等身。全部顔みたいな。確かにね。ほらほら、みんな可愛いって言ってこれあんまり見たことないですよね。この座りで前向きなイルカですね。普通こういう形ですもんね、イルカってね。そう、つい最近いただいた、これこれこれ。これもちょっと見てもらっちゃおう。見てください、これ。これね。こっちか。これこっちか。見てください、この、映ってるかな。映ってる、映ってる。これぐらいかな、うん、これはですね、リュカがハグしてるんですけど、陶器でできていて、あの塩と胡椒なんです、これ。この第三の目のここが穴が開いてましてね。塩と胡椒が出るんですけど、これはモルジブのお土産かな、うん、いただいたんですけど、こんな。もういいよって感じですよね。これは初めて見ましたね、私たちもね。うん、ちょうどこうハグができるようになっててびっくりしました。すごいなと思ってなんかうちにはこういうねいっぱい皆さんいただ、ね、くださるのでなんかいろいろありますね。そう、私もイルカグッズは大好きで、うん、どこ行っても見てるんですけどね顔が可愛いのを探すのがなかなかあれですね、大変ですね。京子さんがね、京子さんがね、捕鯨中止ってね、昭和捕鯨中止になりましたねって。そうですね、先ほどちょっとお話したんですけどね。うん。ね、なんか新しい展開がありますね。新しいなんか幕開けなのかなと思ってます。うん。うん、じゃあ、イルカ君に話してもらおうかな。そうですね。じゃあ、ちょっと4月のメッセージも届いて、イルカ君にちょっと出てもらおうかなと思います。イルカ君、お願いします。よし、もうお話ししてもいいですか？はい、お願いします。皆さん、おはようございます。おはようございます。イルカでございます。イルカ君、元気ですね。元気に決まっている。もう、すごい楽しみにしてた。楽しみだったの？春だしね。春です。もう桜もたくさん咲いてましたね。うん。昨日ちょっと見ましたね。うん。うん。昨日桜見に行ったのに、入れなかった。あ、そうね。ちょっと駐車場がクローズでしたね、そこはね。駐車場がなくて、前まで行ったの。そしたら桜がトゥーって道にいっぱい咲いてて、うん、もうそれ見ただけで満足しちゃった。そうね。うん。もうなんかそこ見てるだけで、なんかいい雰囲気でしたよね。うん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 。うん、短い時間だったけど、ちょっとだけでも桜見たらもうすっごい華やかな気持ちになって、うん、嬉しくなって、春になって、もう大満足しちゃった。うん、もうこの葉山の周辺はちょっと山を見ると、桜の木か、多分桜ですよね。もうなんか咲いてますもんね。たくさん、あの満開でしょうもん。みんなのところはどうですか？おすすめの桜スポットありますか？うん、僕のおすすめは、あそこでしょ、うん、小学校のところでしょ。ああ、葉山小学校のところにね、こう桜がこう道に沿って咲いてましたね、昨日。ツツジもあるよ、待ったら。うん。ツツジ知ってる、ね、知ってる、僕も最近すごい人間っぽくなってる。いろんなこと勉強して人間っぽくなってるんだ。うんうん、あと、あそこでしょ、広尾山公園でしょ、逗子の。逗子ね。広尾山公園ってちょっと、山の上のところ。広尾する。そこから海もすごい見えますよね。うんうんうん。あ、みんな芸能人のお家も全部見えちゃうよ。あ、そうそうそう。津市のね、ちょっと芸能人のお家が集まったところがあるんですけど。そこが上から見えちゃう。上から見えちゃうね、うんうん。そうですね。うん、あ、目黒川最高でした。行ったことある。玉川も超素敵ですよ。そうですか。葉山に目黒川も行ったことありますね。そっちに住んでたから、うん、ね、品川大崎のあたり住んでたことがあるので、歩いてきましたね。うん。足立区。これは何？写真公園って言うんですかね。綺麗なんでしょうね。
たち。足立区コバちゃんのところじゃない。コバちゃん、コバちゃん書いてくれてます。あ、ごめん、トネリ公園って。あ、きゃー。全然違った今のはね、K はこゆかちゃんだよ。もうアチピが変なこと言うとすぐ突っ込むの、突っ込む、子供たちも。昨日は歩いてて目的なく歩いてると K が嫌がるんですよね。そうだって夜中なのにアチピ全然ここは行ったことないから歩いてみたいんだって言ってどんどん行っちゃうの。もうだもう女の子のいる形みんなついてくないから、もうみんなウケーな姉にハハって言って怒って、もう嫌になってた。みんな怖い怖いになっちゃった。そう、暗い道なのに山の中どんどんアチピ行っちゃうの。アチピすごい冒険大好きだから、もうこれって言ったらどんどん行くでしょ。そしたら女の子のいる形に嫌われちゃうよ。嫌われちゃうね。僕もパパはね、女の子たちに結構嫌われちゃうもんだよね。気をつけてんの？気をつけても気をつけても嫌われちゃうから、難しい女の子。常に気を張ってなきゃいけないやつ大変ですね。だからもうやってない、諦めてるよ。やってない。そうかそうか。じゃあイルカ君、早速ですけど4月のメッセージね、さっき見ていただきましたけど、どうですかね4月は。4月は、3月はみんな小枠超えて自分がまだしたことないことしたり、新しい世界ブワーって広がったと思うよ。こんなことしてみたら、その先はこんな世界が広がってるの？でもそう思うと怖いとかね、できないんじゃないかとかね、これが続いたらどうなっちゃうのかなとか、いろんな不安とか心配とかあったと思うけど、そんな中結局はみんな自分の内側にあった思い、願いが叶ってる現実だったと思うよ。どうよくちょっと見てみて。なんだかんだ叶ってたってこと、ね、叶ってたと思うよ。奥底にあった願いね。表面的に、いやいや、そんなのちょっと、とか、本当はこうなのにとか言ってるけど、よくよく見てみたら、こうしたいんだっていうことがあって、それは、叶ってるって思うよ。どうかな、みんな。まあ、なんだかんだいろいろあるかもしれないけど、自分が願った通りになってるってことね。そう。それで、そうやって叶ってるんだけど、なかなか受け入れられないとか、そういう風になっちゃってどうしようとかっていう気持ちがあって、ちょっとぐちゃ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 ってなってるかもしれないけど、皆さん、みんないろんな形で今までの自分を超えてったと思うよ。そして4月はもっと超えるんだって。もっと、なんかゆかくんの話では大きな壁がまた来るって書いて言ってましたよ。だってさ、3月のこの超えた勢いがあるからもっともっとこうやって広がってるじゃん、勢いもついてるけど、それ以上の自分にみんななりたいんだよ。もっと願ってることがあって、もっとこうなりたいっていう自分があって、それを奥底で求めてるからこそ、この加速ついた勢いで4月はもっともっと行っちゃうんだよね。そんなにどこに行きたいですかね。まあ、超えたいものがあるのね。どこに行きたいかな、何になりたいかな。みんなの奥には答えがあるよ。ずっと望んでたものだからそうなりたい。でもそうなるのにわざわざ本当はなるってほどのことじゃないんだよ。ああ、そうだったっていうような、ここにいるだけで簡単に超えられるのに。本当はそうなんだよね。本当はここにいるだけで。まあ、超えるも超えないも。アスピとかそうでしょ、ね、もう超えもしないでしょ、どうせ。知ってるよ、もう。このまんまいるだけで、ああ、そうか、そうしよう。ああ、やります。はい。まあ、そんなような感じだよね。そこにすごい抵抗の人もいるし、もうよしって思い切ってやらないといけないって考えてる人もいるけど、4月はそんなね、自分が本当にそういった幻想の壁を作ることがあるかもしれないよ。まあ、でもその幻想の壁も自分の好きなドラマのタイプになってる。タイプのものができて。
現れてくるってことね。そう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 。自分がいつもやってるドラマに必要な壁が出てきますよ。だって本当は、うん、例えば休みたい、仕事ちょっともう疲れて休みたいって思っても自らさ何の予定もないのにさ休みを3日取ろうとかってできない人っているじゃない、うんうん、そういう人はそれを叶うために何か事件を作るかもしれないよ。ああ、またそういうこと。そうですか。それが壁だよ。うん。体調崩すかもしれないし、うん、なんかしでかすかもしれないし、うん、そうやって自分の憶測にあった願いを叶えようとするんで。うん。うん。なんかそれは、憶測のものは本当は そのスムーズに叶ったらいいんだけど、それがダメだと思ってる。そう、自分はこれ許せないし、うん、無理だと思ってるから、別の形をして、それを叶えようと、自分でセッティングするんだよ。うん、その障害をセッティング、うん。壁っていうのは、障害のことだよ、うん。そういう障害をセッティングして、だったらそれを手に入れてもいいっていう、引き換えみたいな。これぐらいだったらそれをしてもいいんじゃないかみたいな条件自分の中にあって、それぐらいの障害を作るよ。それぐらいの壁を作るよ。各自が得意な壁を作るよ。よーく知ってる自分のパターンだよ。まあよーく知ってるからこそまた、ああ、またかって感じがするかもしれませんけどね。だから、もうさ、先にみんなはこの情報を知ってるんだよ。そうしたらさ、そんな壁とか、そんな障害を作る前に、もううすうす感づくじゃん。なんかこれ来てる。これはイルカ君が言ってたあれじゃないの。だったらさ、壁作んないで、本当に自分がしたい方を選ぼう。ってしたら、全然壁なんてないまんま、その場でクリアだよ。そしたらね、4月終わった時、壁なかったね。いや、そうそうそう。うん、結局、前回も3月の時言ったけど、うん、壁は自分の考えの中の、イメージの中にあるだけだから、ないんだよ。うん、でも、それを実在させちゃう、うん。みんなは想像主だからね。ね、壁も作るのも、障害も作るのも簡単なんだよ、みんな。得意な壁って書いてあるんですね、京子さんとかね。知ってるでしょ、よく知って。京子さんも愛さんもさ。よく自分のことを見てる人は自分のことをよく分析して知ってるから自分が何をしてるかよく知ってると思うよ。そしたらまたやりそうになってるのを見つけて、おっと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 ってできると思うよ。もう3月に1回やってるから4月は簡単と思いきや、でもそこがハマっちゃうのがね、面白いところだよ。軽くしてくださいって書いてあるんですよ。うん、軽くしたい人はできるできる、自分でできるよ。うん、壁、あ、なかったねってなるかもしれない。なるかもしれない。うん、自分次第だよ、その、だって壁は自分次第のカスタマイズって最後言ったでしょ。うん、最後に、って思ったら変えられるようになってるとか、最初から、もう、こんなの楽々って思ってる人は楽々の壁が出てくるだけだから大丈夫、大丈夫。うんうん、まあ結局自分次第ね。うん。いいね。安心して。うん、安心なんて何の壁も作れないでしょ、どうせ。うん。そうだね。面白くないな。面白くない。うん。安心。壁むしょむしょ超えてるとこ見たいのに。なんかドラマチックになってるのみたい。見たいのに何にもいつもないだから。もう、面白くない。もうイルカの女の子たちもまあ、ウケーなっちゃうの。イルカの女の子たちでもドラマチックすぎるとまた嫌なんじゃないの？そう、それも嫌だね。女の子はね、加減が難しいもん、みんな。あんまり怖すぎると嫌なんですよ。怖すぎると嫌だ。簡単すぎると嫌でしょ。ちょっと怖いんだろうね。ディズニーランドぐらいがいいんでしょ。ディズニーランドぐらい。もう楽しい、華やかになって。そのなんか範囲がすごい狭そうですね。そうそう、楽しいと思えるような気が。それが女の子でしょ。もう若い女の子はみんな厳しいんだよ、すごく、うん、ちょっと外れたらダメね。そうそうそう、うん、じゃあみんなのカードやろうかな。うん、じゃあやりますか。なんかもうね、すでに皆さん書いてくださってみたいですけどね。うん、じゃあ皆さんカードを、イルカくんのカードをお願いしたい方書いてください。今月はね、その、うん、うーん、大きな壁を越えていくのの、メッセージ、うん。そっか。
超えていくメッセージね、うん、じゃあなんで超えるかって言ったら結局奥底に自分のやりたいことがある、うん、なりたい自分があるだからそうなるんじゃん、うんうんうん、そうだねその辺についてのメッセージだねちょっと待ってね。最初の方にもすでに書いてくださってる方がいらっしゃいますね。誰かな誰かな。大丈夫かな。最初はチョコリンコさんなんですかね。いいよ。うん、チョコリンコさん行きましょうか。ではこちらの。チョコリンコさんはもう出かけたんでしょ。出かけられたみたいですね。こちらのドルフィニストカードですね。こちらを使って今からヒーリングしていきます。僕たちの作った手作りのカードだよ。ね、もう毎回ね、させていただいても、皆さんもよくご存知だと思いますけど。もうこういうの作るのが楽しいんでしょ、あやちゃんは。作りたい。カメラ、誰かに会社に頼めばいいのに、出版に頼めばいいのに、自分で作るのが楽しいんでしょ。ね。結局そういうことやって楽しんでるんでしょ、うん、やりたいことやってるってことですね。そう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 。なんか、いっぱい売れたいとか、うん、なんかそういうことあんまり考えないだから、自分のしたいことだけして、ニッシッシッシッしてるでしょ、うん、結局楽しいのが好きだから。うん、じゃあ、チョコリンコさんが、これ、4月はこれ。はい、イルカ意識ですね。調和を保ちましょうって出てますね。チョコリンコさんの4月は、自分の本当の思いに気がつくこと、うん、それが内なる自分と、ここにいる自分との調和だよ。自分自身と調和を取るには、自分の本当の気持ちを本当に知ってあげることが大事だと思うよ。うん、自分の本当の気持ちね。そうしたら事件起こさなくてもなんで私そうしたいんだ。簡単にちゃんちゃんみたいなわかると思います。事件起こさないようにね、まあするポイントでもあるわけね。うん、でもそれ超えることで、うん、ああ私こうしたかったんだってわかるかもしれないから、どっちでもいいんだよ。うん、別に事件がね、悪いものじゃないですか。事件するから自分の中の気持ち分かるから、うん、自分のこと知れるからそれでいいんだよ。そうだね。Yes、うん、事件を悪者にしないってね。OK、はい、次はね今度はあやちゃんですね。あやさんトゥトゥルトゥル、はい、あゆるかちゃんです。いつも遊び心を持ちましょうと出てます。あやちゃんは、うん、なんか先月、ね、先月のカードね、うん、すごい良かった、書いてたよ。あ、そうだったね。なんか離婚の危機を逃れましたとか。うん、すごい良かった、ね、思った。うん。で、イルカちゃんからね。イルカちゃん。イルカちゃんです。おはようございます、あやちゃん。いつも遊び心を持って、いろんなこと真面目になりすぎないで、深刻になりすぎないで、うん、この状況がいいとか悪いとか大変とか難しいとか関係なく楽しんでください。そうか、深刻になりすぎない遊び心持つ、うん、はい、はい、分かりました。ありがとうございます。よし、うん、離婚の深刻な話してる時もこの状況をそうだね、あーこういう風にしてる真剣に話したかった自分がいるなとか、うん、私本当に望んでるのはこういう夫婦の関係だなとか冷静に客観的に見ながらその状況自身をプロセスとして楽しんだらいいと思いました。そういうふうにできたらできますね、うん、はいはい、はい、ありがとうございます。では次サバトラさんですかね。いやーしこれ、はい、ゆかちゃんです。サインを受け取りましょうって出てますね。おはようございます。サバトラさん、イルカちゃんです。サバトラさんのメッセージは、うん、何か壁が出てくるとき、その前にサインがあります、うん、そのサインによっ
って、あ、自分で何かまたこういう気持ちになりながら、障害を作っていこうとしている、壁を構築しようとしているっていうところに気がついて、それを止めることができると思います。じゃあなんか事前にサインがあるんですね。はい。すごいね、これはね。はい。はい。そらちろさんは自分のパターンを超えられると思います。今月頑張ってください。はい、ありがとうございます。ゆるかちゃん、そういうことも言うの？なんかね、壁が来る前提になってますね。みんなに来るでしょ。みんなに来るけど、はい、作んない人もいるけどね。ね。よし。はい。次はじゃあそらそらさんですかね。そらそらさん。うん。は、これかな。はい。ゆるか意識ですね。謙虚でいましょうって出てます。僕からです。そらそらさん、おはようございます。おはようございます。シャスラさんはすごい3月の勢い、このままでずっと4月も行くでしょ？行くでしょ？で、どんどん行けるから、どんどん自分の中のもの、あったものをシェアして発揮していくと思うよ。うん。その時に、ああ、こんなのできて、あんなのこんな自分がいたってどんどん出てくるんだけど、それだけ謙虚さっていうのを忘れないでいてください。そしたらすっごく自分の中の出会いたかった自分、どんどん出会えると思います。謙虚さがポイントなんですね。Yes. はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ミサさんですね。ミサさん行きましょうか。ミサさん、来るかな、はい。ゆるか意識ですね。統合させましょうって出てます。ミサさんの統合させましょうの意味は、自分の中の思いと行動、自分とその行動したことの結果、そこがこう一歩の直線になるように、統合していくといいと思います。自分の思いと裏腹な行動、あまり取らないように、自分に正直に言ってください。自分に正直に。はい。うん。はい。ありがとうございます。次は誰かな？次はどなた？一番に書いた人じゃない？一番に書いた人だね。誰かな、ルルルル。あ、ゆっこさんですね。ゆっこさんが一番に書いたんだ。じゃあゆっこさんこれ、はい、あ、ゆるか意識ですね。あなたらしさを表現しましょうと出てます。よし、ゆっこさんおはようございます。おはようございます。ゆっこさんは4月にもっと3月以上に自分の壁を越えて行くには、もうゆくさんらしさをどんどん表現してシェアしていくこと、自分の思うこと、感じることをどんどんシェアしていくことがポイントになると思います。遠慮は禁物です。まあ、ゆくさんもすでにね、たくさん表現されているような気がしますけど、もっとなんですね。どうするこれは大変だ。ね。巨大化ゆくさんになっちゃう。ゆくさん。大きい存在の自分に出会うかもしれないよ。そうですね。さらに行かれるかもしれない。楽しみにしててください。はい、はい、ありがとうございます。Thank you. では、今度、メイプルさんですね。メイプルさん来るじゃない？はい、イルカくんです。管理しましょうって出てますね。僕はメイプルさんに感じるこのメッセージは、なんか、自分の中のものが、もう過去の自分、もっと過去の自分、もっともっと過去の自分、ずっとずっとの自分が、なんか今のところに、なんか一緒に いて、どれが今の自分の思いだか、考えだか、わかんないみたいになってる感じがします。きっと、この数年間かけてたくさん変化してきたんだと思うよ。だから、どれか今の自分の本当の思いなのか、今にぴったりくる考え方なのかが、ちょっとごちゃごちゃしてると思うから。
苗がまず身の回りの整理整頓して、いるものいらないものとか、自分が今大事に思うもの、価値を置いてるものとか、優先順位はっきりするといいかなと思った。なんかいろいろちょっとごちゃごちゃ過去の考えとか、記憶がごちゃごちゃになってるね。そう、うん、でもそれはそれ人にとってはもう終わってるの。うん、なるほど。ちょっと整理してみてね。OK。はい、ありがとうございます。ニコさん行きましょう。ニコさん。はい。うん、あ、イルカちゃんです。イルカちゃんです。引退強く待ちましょうって出てきてます。ニコさん、おはようございます。イルカちゃんです。ニコさんは、まずには、あまり簡単に自分の一時的な思いで行動しないで、よくよく考えて待って、すぐ動いちゃわないで、ちょっととどまることとか選択してみるといいと思います。ちょっと待つんですね。越えようとするよりも、その手前で待ってる時間が、リコさんにとっては大事です。こうしたら越えなくてもいけるかもしれない。ちょっと待ってみますね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。このカノンさん行きましょう。カノンさん。カノントルチャさん、くれ。はい。ゆるかくんです。境界線をはっきりさせましょうと言っています。カノントルチャさんの境界線は何かな？そうですね。ここから私ですって。なんだろうね。人と自分の間かな。とても意識、ワーレスの意識になってくると、人と自分と本当につながりやすくなるよ。いつも同じ思いのような感じがするよ。いつも一つと思うよ。でも僕たちは、スピリットってね、魂はそうだけど、この肉体は別々なんだよね。だから、別々の、なんていうかな、行動、別々の存在なんだっていうことははっきり分けることが、カノンさんにとっては、すごい大事と思った。なんか、肉体は別なんだから、まあ、なんか、すごく同調しやすくなってるのかもしれないですけど、そこは別なんだなっていう意識を持つって感じですかね。なるほど。はい。いいですか？ちょっと待って。まだ終わってない感じですね。まだ終わってない感じですね。ちょっと深いところから出てきました。別々っていうことも、悪くないな、みたいな感じするといいかな、思いました。ありがとうございます。別々もいいかなって。はい、ありがとうございます。Thank you. 今度、パールさん行きましょう。はい、くれ。はい、イルカちゃんです。すべてに意味を見出しましょう、と出てます。イルカちゃんです。パールさん、おはようございます。パールさんは、一つ一つ自分がしてることを何してるかチェックしてみてください。そして、一つ一つ、意味を見出すというよりも、意味があって、こういうことしてるんだなっていうふうに、大事に大事に一つ一つしながらやってみてください。その一歩一歩、自分がしてる一つ一つが何か、自分がなりたい自分や、ありたい自分っていう方に向かっていると思います。すべては理由があってそうなってるってことをよく知っていくって感じですかね。そうです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。大悟さん行きましょうか。大悟さんが、これだと思うな。ゆかちゃんですね。天性を大切にしましょうと言ってますね。みるかちゃんです。
おはようございます。おはようございます。大悟さんは周りの影響を受けないように、あまり周りの人の話を聞きすぎないようにしてください、うん、そして大悟さんが感じるもの、自分が信じているもの、それを大事にして、それ自身が大悟さんの天性、うん、自分が本当に内側から溢れてくる大悟さん自身のエネルギーです、うん、それを大事にしてください。じゃあ本当に自分のまんまでいいんだって、その点数を大切にしてあげるってことですね。はい、とても優れた感性を持っていると感じています。イルカちゃんでした。イルカちゃん、ありがとうございました。なるほど。次は、チュカン、これチュカンさんって言うんですかね。チュカンさん。チュカンさんがいいです。はい、イルカくんです。運動しましょうと出てますね。どこでいいですか、はい、チュカ君です。おはようございます。はい、おはようございます。チュカンさんですか、うん、運動しましょうの意味は、自分のエネルギー回して、滞っている部分にも気を通して、空気を入れて、酸素を入れて、呼吸して、この肉も動かして、いっぱい動いて行動して、その肉体の次元の自分自身を楽しんでください。なるほど。この肉体楽しむんですね。はい、ありがとうございます。それが、ああ、なんだ、自分こういうことしたかったんだな、ああ、こういうの求めてたんだなって分かると思いますよ。そこからヒントが出てくるね。今度、さよさん行きましょうか。さよさん、うん、ちょっと待って。これなんか切ってよ、アチペ、うん、切ったのかい、切りたくなった、切る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 、はい、これさよさん、これさよさんいる解析です。分かち合いましょうって出てますね。ブラ単純に、さよさんにはたくさんの豊かな経験があると思います。その経験が本当にさよさんの中から光になって溢れてくるよ。それをたくさん言葉にしてシェアしてください。そうしたらたくさんの自分を肯定して愛して本当に豊かだなって、そんななりたかった自分に壁を越えなくてもなれるよ。ただ分かち合うことに壁があるかもしれないね。でも壁なんて作んなくていいよ。ただ私こうだった、この時こういうふうに気づいた、この時の自分はこうだった、今はこうだっていうことを分かち合うだけでいいんだよ、何の壁も作らなくていいよ、まあ、今までの経験からたくさんの英知があるんですね、素直になってオープンになって言葉にしていけば、それはその時にもうなりたかった自分になっていると思うよ、それも望んでたってことですね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、よかったね。ちってってふーさん、ふーさん行きましょう。イルカちゃんですね。楽観的に行きましょうって出てます。いいですね、楽観的。ふーさん、おはようございます。楽観的にもうどんなことが起こっても大丈夫、大丈夫、大丈夫、まあいっかみたいな気持ちでどんどん進んでいってください。障害がどんなに来ても自分が障害と取らなければ何でもないことです。ありがとうございます。そうね、自分が障害じゃなかったら障害じゃないもんね。それはアチピのやり方です。それはアチピのやり方ですか。はい。はい。なんか、楽観的にいればいい感じですね。そうです。いけちゃいそうですね。このさつきさん行きましょうか。さつきさん、うん、これ、はい。イルカちゃんですね。笑いましょうって出てます。イルカちゃんです。おはようございます。はい、さつきさん、どんな時でも、その状況を、その体験を
笑えるっていうことはとても大事なことです。自分が被害者になったり、面白くないっていう気持ちでいると、本当に自分自身が辛くなりましょう。この状況を笑ってしまって、自分自身のことをおかしくしてしまって、この状況自身を楽しんでみてください。なんか楽観的と通じるところですね。はい。なんか4月はとても軽やかに進んでいけると思います。笑いながらいけると思います。軽い感じですね。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。このプリン最近でしょ。あ、プリン、プリン食べたい。最近プリン食べてないですね。食べてないよ、アツピー。いいです。買って。はい。ゆかちゃんです。ありのまま受け入れましょうって出てます。イルカちゃんです。はい、プリンさん、おはようございます。プリンさんは、プリンさんの中のいろんな面に出会っていってると思います。そのいろんな面、それ全部がありのままのプリンさんです。一つ一つ、いろんな角度からの自分をありのまま見ていって、受け入れていってください。それ自身が知らない間にプリンさんが、壁を越えて、新しい自分のなりたかった自分、大きな偉大な自分になる。ポイントだと思います。なんかいろんな自分そのまま、肯定していく感じですね。はい。偉大な私になっていいですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。KKY さん行ってみましょうか。おはようございます。おはようございます。はい、ゆるかちゃんですね。尊重しましょうって出てます。KKY さんは自分自身の思いや、自分自身の価値観をとても大切にされている方だと思います。そして自分の価値観や自分自身のことが大事だと思ったら、周りの人のこともきっと同じようにその人が持っている価値観やその人の個性も大事だなと自然に思えると思います、そうやって自分自身も肯定して受け入れて、周りの人も肯定して受け入れることで、その自分と周りとの壁がなく、本当に経験会社が望んでいる姿になっていくことができると思います。そうなんですね。自分を尊重した分、人のこともなんかそれで認められるようになってるのは、やっぱりポジティブありますよね。はい。なんかそういう、なんかキーワードなんですね、今回。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ドルフィンアイさん行きましょうか。困っちゃっている君みたいに面白いって言えること楽しくなる。楽しくなる。ですね、アイちゃん。おっしゃってますね。アイちゃん？アキちゃん。アキちゃん。アキちゃん行きましょう。アキちゃんはこれ。はい。イルカ君です。自立しましょうって出てます。アキちゃんのメッセージは、アキちゃんは自分のできることがはっきりあるよ。そのできることをはっきり認めて、自分で、あ、私できないとか無理とか、ここまではちょっととか言わないで、ああ、私大丈夫です。できます。はい、やります。みたいな感じで、自分で立っていくこと。それ自身が、アキちゃんにはとても大事。その立っていくときに何か壁を感じるかもしれない。ああ、こうやっていかなきゃいけない。できるかな。不安。心配することがいっぱいあるかもしれないけど、全然大丈夫だよ。できるから。自信持って、立っていく力あるね。立っていってください。自分でできる。自分が主人ですからね。イエス。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。くまともさん行きましょう。くまともさん、これ。はい。イルカ意識ですね。進化しましょうって出てます。熊沢さんは、とどまってちゃダメだよ。
加速している黒い球を使って本当に超えていくんだよ。うん。繰り返し繰り返し、気になってるもの、気になってることに関して本当に向き合って、真剣に自分の思いに、うん、思いを解いて、うん、聞いて、うん、問いかけて、本当の答えを自分の中から出すんだよ。うん、大事な4月だと思うよ。そっか。よし。なんか、進化するぞっていう気持ちで行かれるといいかもしれないね。うん。うん。もう4月行くぞって感じですね。そう。うん、うん、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。マロンさん行きましょうか。マロンさんは、これ。うん、比較にですね、効率的に進めましょうって出てます。うん、マロさん、こんにちは。こんにちは。うん、効率的な意味は、うん、踏みとどまったり戻ったりしないで、うん、3歩歩いて4歩目5歩目を行くです。とどまらないで効率的に行っちゃえってこと、ね、はい。2歩下がらなくていいです。うん、3歩行ったら4歩目5歩目行って次は6歩目7歩目行ってください。全部前に進むってことですね。はい、大丈夫です、うん、なん今まではちょっとこう下がるときもあったかもしれないけどってことですね。はい、下がらなくて大丈夫です、うん、はい、ありがとうございます。よし、この藤子さん行きましょう。藤子さん、うん、藤子ちゃんくれ。藤子ちゃん、はい。ゆりかちゃんですね。あなたは価値がありますと出てますね。イルコちゃんです。おはようございます。おはようございます。フジコさんは、あらゆるものを手にしていく価値があります、うん。あらゆるものをすることができる価値があります。自分の価値を本当に手いっぱい広げて、受け取って、抱きしめていってください、うん。いいですね。価値を実感するんですかね。はい。うん、いいね、私なんかっていう言葉は使わないでください。うん、私だからやるんですね。はい。はい、ありがとうございます。うん。で、日本さん行きましょう。日本さん。これ。はい。イルカ意識です。奉仕しましょうって言ってますね。うん。日本さんの奉仕しましょうは、本当に誰かのために一生懸命になって自分とエネルギーや思いを投入するっていうことを今月はやってみたらいいと思うよ。その、まあ、人っていうか何かのためにエネルギーを投入してみるね。うん、そうすることで何かスルスルっと超えていけるものがあると思います。何かの対象に向かってとか、なんかやってみることで超えちゃうんですね。うん。なんだ、うん、こんなのできた自分がいたとか、うん、思いのほかこんな愛情を持ってた自分がいたとか、うん、やったことにこだわるんじゃなくて、それをできた私の方に目を向けていったら、うん、やってる私に目向けて、うん、本当にたくさんのことを自分自身が受け取ってることに気がつくと思うよ。うん。うん、これはみんなにそうだけど、誰かのために一生懸命やるよね。うん。でもそれは、全部結局は自分がその経験ができるわけで、うん。自分がそれができるから、持っているから、あるから、うん。人にできるんだから、うん。それをある、持っている、できるっていう認める機会をその人がくれてるってことだよ。うん、こんなにいいことないじゃない。その人がいなかったら自分がこんな風にできること知らなかったし、こんな愛情があること知らなかったよ。うん、その人とかその機会が自分にそういうプレゼントくれてるって、うん。うん。そのプレゼントに目を向けないで、結局こんなにやったのにっていうところに自分は損したとか、やったのに何ももらえなかった。うんっていうふうに考えてる人が多いかもしれないけど、うん、もらえないんじゃなくて、やってる瞬間瞬間もうすでにもらってるんだよ。うん。うん、なるほどね。
人だけいるだけ、一人だけ自分自身をシェアするっていうことは、本当に価値が、自分に価値あることかっていうことよくよく感じてほしいなぁ、思った。ね、なんかついそこ見過ごしがちなんですけど、そういう視点を見てみるってね。ありがたいなっていう気持ちになると思うよ、うん。ありがたいなっていう気持ちで過ごしてる人は、ありがたいなって思うことがどん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 起こるんだよ。チェッって思ってる人は、チェッって思うことが起こって、また次チェッって思うことが起こって、チェッチェッチェッになっちゃうんだよ。チェッチェッチェッ。チェの連続も終わりますよね。うん。うん、そうでしょ？うん。はい。オッケー。ありがとうございます。では次に、ニオミオさんですね。ニオミオさんはこれ、うん。はい。イルカ意識です。一貫性を持ちましょう。と出てます。ニオミオさんは、自分が信じてる、なんていうかな、自分自身のことあると思うんだけど、自分はこうだと信じてる。それはね、本当に一貫性を持ってというか、ずっとね、途切れないで、諦めないで、自分を信じ続けることが大事だよ。ああ、私大丈夫なんだ。私これでいいんだ。OK だ。ってね。ずーっとどんな時でも自分に言ってあげてね。まあね、それが信じられなくなる時があるかもしれないけど、いや本当に私大丈夫なのかなってね。いや、どんな壁が来ても、それを超えていける自分がいるよ。うん。そうなれる自分がいるよ。うん。なる。まあね、そういうふうにこう一貫性も出ない時あるかもしれないけど。そういう、それを持てるのかな、今回それが、あ、なんか持ってるなっていうことに気がつくっていうことがあるかもしれないね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この桃色さんもそうですね。桃色さんもそうですね。はい。イルカくんです。望むものを手に入れましょうって言って。桃色さんもさんに僕が伝えたいのは、欲しいものをダイレクトに求めましょう。欲しいもの欲しいっていうね。欲しいっていうことが大事です。もうそれにつきますね。つきます。はい。Thank you。はい、ありがとうございます。ジュンさんいきましょう。ジュンさんはこれ、あ、あ、いいですね。これはドルフィニストカードですね。ケーキ。アルカちゃんは、カメラってもんでますよ。いちご、ショート、ショートケーキね。うん、ジュンさんいいんだって、今日はお茶とケーキでリラックスして楽しんで、4月はもう楽勝みたいだから。楽勝です。あれ、壁なかったな、みたいな。そう。なんだ、リラックスしてさ、あ、もういつの間にかこんなとこまで来ちゃったよ、みたいな。いいですね。感じ。なんか楽勝な感じですね。余裕のいる。うん、余裕のいるだよ、ジュンさん。はい。おめでとうございます。このミッキーニャンさん行きましょう。言ってるって言ってます。はい、イルカくんです。しっかり意図しましょうって出てますね。うん。ミッキーニャンさんは、どうなりたい？なりたい自分なんていないよ。このままでいいんです。満足です。知ってます。自分を認めて満足している。それも一つ。まあ、パラドックス大反することだけど、でもこうなりたいっていうのは、同時に存在する。それが、この世界だよ。こうでいい。あ、これで私、なんだって認めている自分もいるけど、同時に、もっとこんなのいいな。でもそれは、何かが足りなくて、不足で、不満足で求めるんじゃなくて、向上心、何か、なんていうかな、望むっていう気持ちはあっていいでしょ、
なるほどね。だったら、どうなりたい？うん。そのことを、しっかり意図することで、うん。そうなりますよ。うん。ね、キニアさんどうなりたいんでしょうね。うん。まあ、周りにいる人たちっていうのは、まあ、比較することはね、必要ないかもしれないですけど、まあ、いろんな自分を見せてくれてるわけでもあるわけですもんね。うん。うん。だからそうなれるっていうことですもんね、あれね。はい。うん。なるほどね。どうなっちゃうんだろう、ね。どうなっちゃうですね。猫になっちゃうかも。猫ですか。うん。うん。うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今度ですね。吉見山口さん。はい。ですね。はい。じゃん。はい。ゆるかちゃんです。よく耳を傾けましょうって言ってますね。おはようございます。ゆるかちゃんです。自分の声よく聞いてください。一体何が嫌で何を望んでいるのか、はっきりとした望みがあるけれども、かすかな、こう、かすかにしか耳に届きません。だから、吉見さんはよーく耳を傾けて私のそのかすかな声を聞いてあげてください、うん、こんなこと言っちゃいけないのかなと思うから小さい声でしか今で言えないみたいです、うん、どんどん自分を許してあげてください、うん、そっか。じゃあでも声が確かにあるんだね。 Yes、うん、じゃあそれも聞いてあげるってことですね、うん、はい、ありがとうございます。このまゆこさんですね。Yes, like so clear. ゆかくんです。思いを伝えましょうって出てます。まゆこさんが伝えたい思いは何かな？うん。何か人間関係のことで、まゆこさんが伝えないために自分で抱えている不満とかストレスがあるかもしれないよ。うん、伝えるっていうこと。自分はこうなんだって素直に相手に話すことっていうのは、まゆこさんにとってはもしかして壁やハードルがあるかもしれないけど、それをポンって4月はやってみるととてもいい展開になると思います。なんだ、自分が思ってただけで相手もこうだったんだ、いろんな誤解が解けたり、まゆこさん自身のいい面がもっともっと光り輝いて出てくると思います。うん、なんか、ちょっとこう、遠慮してたところがあったかもしれないけど、うん、だって言ってみるとまた変わってくるかもね。はい。うん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ピーママさん行きましょうか。ピーママさん、クリーン、はい。イルカ意識ですね。使命を行きましょう。かっこいいですね。いよいよだな。いよいよですか？いよいよだな。ピーマンさん、やっと自分の望み叶う、なんか、着々と整えてきた感じ。うん。ジュジュンジュジュン。いよいよだな。自分の舞台を作ってきたのね。Yes。もっと自分のエネルギー注ぎたいこと。うん。はっきりしてくるから、それに対して、本当にエネルギーを注いで。うん。楽しんでいってください。うん、楽しそうですね。うん。うん、うん、はい。壁なんてないから大丈夫です。はい。ありがとうございます。やるだけです。やるだけです。ドルフィン愛さんですね。はい。愛ちゃん、これです。はい、理解意識です。自分をさらけ出しましょうで出てますね。うん。うん、愛ちゃんは何で出すの？何ですか？自分さらけ出すって言ったら、うん、何出すの？うん、どんな自分出したいの？いつでも、じゃあクリア出さないでおこうと思う自分を出してみたらいいかもしれないね。これは、でもない私。これは言わないでおこうって思うことを言ってみたらいいかもしれないね。うん、これはいいやと思うことを拾い上げていく。うん、まあ難しく考えないで出ちゃったって感じでいいんじゃない？うん、
もう出ちゃったぐらい、なんか普段から思ってることですね。うん、話したらいいんじゃない？うん。どうせバレてるし。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。なっちゃん行きましょう。よし。はい。イルカ意識ですね。シンプルになりましょうって出てますよ。なっちゃん、シンプルになるんだね。うん。よし。もう自分の方に忠実になって動くことが慣れてきたと思うよ。うん。だったらもっともっとシンプルにその思いに従って動いていいんだよ。あれこれ考えなくてもいいってことね。うん。前後のお洗濯ももういらないよ。うん。ポンポンポンってしたいことをしてシンプルに生きていきましょう。シンプルになりすぎちゃってちょっと怖くなっちゃうかもしれないけど。軽やかに、軽やかに、軽くなっていいんだよ。うん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。めぐみさんですね。めぐみさん、はい、うん、これかな、はい。イルカちゃんです。助けてもらいましょうって言ってますね。めぐみさん、おはようございます。うん、助けてもらいましょう。イルカちゃんだね。ああ、イルカちゃんだったね、うん。イルカちゃんです。おはようございます。めぐみさんの助けてもらいましょうは、こんな風にお願いしますっていうことです。うん、そうね、うん、周りの人にお願いします。いいですか？ちょっといいですか？って言って、頼むこと、うん、それがめぐみさんにとって、とっても大事です。うん、話を聞いてもらったり、何か、困ってることを教えてもらったり助けてもらったりすることを積極的にやってみてください。心が軽くなっていくと思います。うん、なんかこう助けてほしいっていうね、どっかでこう迷ってる自分とかにいるかもしれないので、あ、その声をちゃんと外に表現してあげるって感じですかね。はい、うん、とてもシンプルな、お願いしますの言葉です。うん、そうですね、ありがとうございます。京子さんに行きましょうか。はい、イルカ意識です。奇跡的に進みますよと出てます。いいね、京子さん、奇跡的に進むんだって、うん、すごいじゃない、ね、いいですね。京子さんは目的がはっきりしてるでしょ。それに対して求める気持ちや本当にそうしたいという気持ちをはっきり持つといいよ。うん、その思いがとっても今大きくなってるから、その思いに従って奇跡的に進んでいくんだ。うん、こうしたいがもうはっきりあるね。そう、でそっちにコロコロコロっていく感じ。いくいくいく、大丈夫です。うん、はい、ありがとうございます。遠慮しないでね。うん、リアンさん行きましょう。これ。はい。イルカちゃんですね。ハートを感じましょうと出てます。リアンさん、おはようございます。イルカちゃんです。リアンさんはハートに手を当てて、少し静かな時間をとってみてください。ハートの中で何か動くの、エネルギーが動くのを感じると思います。それを感じて、じゃあそこにはどんな思いがあるのか、ずーっとそれを感じてあげよう。知りたいなっていう思いで、ハートに手を当てながら静かな時間をとっていると、ハートの中から声が聞こえてくると思います。その声を大事に大事に受け止めてあげて、もし悲しんでたり、辛いと言っていたら、本当に包み込んであげて、自分の子供をよしよしってするように自分自身をよしよしってしてあげてください。そのハートが何かを望んでいたら、分かった、じゃあそうしようねって。うん、自分の望みを叶えてあげてください。ハートと共にこういてあげるって感じですね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。テリーさんですね。テリーさん、うん、テリーさんこれ。はい。愉快式です。感覚を信頼しましょうと出てます。
テレさんはこの4月はまた自分の直感的行動で飛躍的な出会いあると思うから、その感覚で動いていったらいいかなと思った、新しい出会いもあってね、それがすごくテリーさんの望んでた方向に急激に進んでいくと思うよ、楽しみだな、いいですね、楽しみだな、なんかそんなになっちゃっていいのぐらいになっちゃうかもしれないね、テリーさんなんかさ、このテレビのきっとビジョンがあるんだよ、すごいデデデデンって進んでいくから、結構楽しみじゃない、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、イライナンさんですか、イライナンさん知ってる、これ、はい、イルカ意識です、あらゆることに感謝しましょうと出てます、ブレス、こんにちは、はい、こんにちは、イライランさんはね、今ね、いっぱいの自分を振り返っているところだと思うよ、過去の出来事や思い、関わったいろんな人のこと、いろんなことが出てきて、いろんな感情の体験をしてると思うよ、その感情をあらゆる気持ちをね、本当にありのまま受け止めてあげて、抱きしめてあげてね、そうやってその思いを抱えてた自分自身に、ああ教えてくれてありがとうね、そういう気持ちあったね、そういう思いでやってたね、ありがとうありがとう、自分にありがとうっていうこと、とても大事です、今なんか、なんで私こんな思いをしなきゃいけないだろうってね思われる時もあるかもしれないね、でもなんかそんな風に、でもこういう風に感じてる私がまずここにいるってこと、そして、ね、そういろんな経験をしてきた私、すべてを、ああ、私がいたからこういう経験ができたんだなっていう、そういう感謝にね、なんか、持っていけるといいかなと思うんですけどね。はい。ありがとうございます。じゃあ、シャスタさん行きましょう。シャスタさんは、はい、ゆかちゃんですね。許しましょうって出てます。ゆるこちゃんです。おはようございます。おはようございます。シャスタさんは、本当に、自分自身のこと、許してしまってください。いいよって。そういうふうにしたいんでしょ？いいよって。そういうふうに思うんでしょ？思っていいよ。そういう気持ちがあるんでしょ？いいんだよ。本当にありのままの自分をいいよと言って、許してあげてください。本当に大丈夫です。いいんです。ね、本当にいいんですね。はい。シャスタさんも許されてます。許してしまったら壁なんかない。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ベリーさん行きましょう。え、ベリーさん？これ。イルカちゃんです。あなたの豊かさに目を向けましょうって、ね。イルカちゃんです。はい。メリーさん、おはようございます。メリーさんの心の中に豊かな経験がいっぱい詰まっています。その一つ一つの経験の中で、自分が受け取ったものは何ですか？ギフトは何ですか？辛かった出来事から受け取った自分のギフトは何でしたか、頑張ったあの経験から受け取ったギフトは何でしたか、自分が豊かだなっていう視点から過去の経験を見てみてください。なんか自分の豊かさが見えてくる。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。これイルカコさん行きましょう。カコちゃんじゃん。イルカコちゃん。はい。イルカコです。情熱の文句は何？ああ、行きますね。カコちゃんは思うようにしていいんだって。もうブッと火がついたらそのまんまやっていいんだって。どうぞ、そのまま
4月も突撃していってください。どこに突撃するかな？多分壁には行かないと思う。壁に行かない。うん。大丈夫です。なんか、行きたいところがあるんですね。うん。楽しみです。楽しみですね。ありがとうございます。今度、マコリンさんですね。マコリンさん？うん。いいよ、これ。はい。繰り返しです。この瞬間を楽しみましょうって言ってます。うん。なんか今を楽しむね。うん、マコリンさんは意識を常に今に持ってきて、今感じるもの、今自分の心、胸を踊るっていうこの感覚とか、うん、今を飲んでるお茶がうわーどんな味がするとか、どんな気持ちになったとか、今見ているもの、それで自分がどう感じてるのか、今っていうところに集中してみてください。うんうん、がこの、そうね、思いも、未来の不安も、そういうのから一切解き放たれて、今っていうところを味わって意識してたら、うん、本当に自分は幸せなんだっていうこと。自分はとても平和なんだっていうことに気がつくと思うよ。うん、ね、今はちょっとこう、今にフォーカスするっていうのが、一体どうすることなのかわかんないぐらいかもしれないんですけど、うん、自分が過去とか未来にこう思いを馳せてることにまず気づくことかもしれないですね。うん。ね。そして今やってる動作とか。今やってる動作ね。今何してるか、うん、何見てるか、何感じてるかっていう。今を意識して、もうたった1日だけでもいいし、たった1時間でもいいからやってみる価値はあると思うよ。うん、そうですね、うんうん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。トモさん行きましょう。イエス、トモさん、これ、はい、イルカちゃんです。自分を愛しましょうと出てます。トモさんは愛がいっぱいなんだね、うん。イルカちゃん行ってみましょう。イルカちゃんです、うん。おはようございます。トモさんは溢れる愛を周りの人にいっぱい分かち合っています。うん、その愛の流れる先を私にも向けてあげて、うん、私自身にもその愛をあげてみてください。じゃあ自分に愛する、自分に愛を向けるっていうのはどういうことかっていうと、トモさんの思ってることや感じてることを大切にしてあげるっていうことです。うん、トモさんが望んでること、欲してること、食べたいもの、飲みたいもの、行きたいところ、今日したいこと、うん、そういうのを聞いて叶えてあげてください。つい自分のそういう欲求が二の次になってるかもしれない。そういうのをよく聞いてあげる。大切にしてあげるってことですね。はい。丁寧に扱った。はい。トモさんの愛を自分自身に向けてアピールさせてあげてください、うん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すみれさん行きましょうか。はい。イルカちゃんです。畏敬の念を持ちましょうと出てます。イルカちゃんです。スミレさん、おはようございます。スミレさんは自分自身に対して、そうですね、自分の偉大さや自分が宇宙のように壮大な存在だということに気づき始めています。うん、それを感じ始めて実感し始めています。その自分自身に対して畏敬の念っていうのを持ってみましょう。うん、自分自身なんてこれくらいって思ってたことを超えていく、どんどん超えていく自分自身を感じながら、なんて素晴らしいことだろう、なんて私は偉大なんだ、うん、まあ私は愛しいなっていうような感じで自分自身に対して、うん、尊い気持ち、恐れ多い気持ちっていうのを抱いて
いいんですよみたいな、エリクちゃんは思いました。なるほど。なんか自分のその偉大さをそうなんかでいいって感じて、恐れ多いなみたいな感じ、うんうん、自然の、あ、大自然の中に山の山に行ったり、とても美しい夕日を見るとき、とても畏敬の念を心に感じると思います。でも自分も、そういった自然のような、宇宙のような大きな存在だと分かったとき、自分自身に対してもそういう気持ちを持つことができると思います。うん、持ってもいいんだよっていうような感じです。うんうん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、このひとみさんですね。はい。イルカくんです。スキルを磨きましょうって出てますよ。うん。ひとみさん、おはようございます。ひとみさんのスキルは何ですか、うん、何かできることがあれば、それをそこでとどまらないで、どんどん伸ばしていきましょう。うん、壁を感じてこれ以上無理と思ってるかもしれないけど、ひとみさんどんどんその技術が伸びていくんだって。壁作らないでもっといけるんだって頑張ってください。なんか研ぎ澄ましていく感じですね、うん、はい、ありがとうございます。頑張って頑張って。このリンリンさんですね。いいよ、リンリンさんくれ、うん、はい、深くんです。参加しましょうって出てますね。リリーさんは人生のね、観客じゃないんだよ、うんうん、例えば子供が何かをやっているお母さんの立場っていうのは見ている感じだけど、リリーさんは今は自分が参加して自分が楽しむ番だよ、うん、自分が子供になって遊んで、自分が子供になって夢中になって集中して何かさらけ出して自分が思うことをシェアしてその中に入っていく時だよ、うん、観客になって客観的にならないでその中に入って瞬間楽しめられる、いきましょう。なんか目の前の剣なんか中に自分がこう没入できるものが何かあるんでしょうね。うん、うん、はい、それは実は本当にやりたかったことなのかもしれない。いえ、そうです、うん、はい、ありがとうございます。没頭してください。没頭ですね、うん、イントゥースピリットしてください、うん、はい。この事務局コバさんですね。コバちゃんくれイルカくんです。イメージを描きましょうって出てます。うん、小林様、うん、小林様の道は先にどんどんつながっているので、うん、ここで終わりじゃないんですよ、うん、じゃあどんなことをしたいか、自分は、ちょっと今一度描いて、自分のことだよ、自分がしたいことだよ、私がしたいことだよ、私はこういうことしたいんだ、ああいうことしたいんだ、こういうことに一番ワクワクして胸が踊ってもう顔がドルフィンスマイルになっちゃうんだよっていうことを今一度どんなことかイメージして、そうだそうだ、私がやりたいのはこういうことだって、うん、イメージを改めて見てください、うん、ついつい目の前のことにこう翻弄されるってそのことを考えていくかもしれないね、うん、で私が抜けちゃってるかもしれない。はい、私がしたいことにフォーカスしてください、うん、はいはい、ありがとうございます。Thank you. マリーナさんですね。マリーナさん。はい。ルカちゃんです。瞑想しましょうって出てますね。ルカちゃんです、はい。マリーナさん、おはようございます。マリーナさんは、今、瞑想しましょうというカードのメッセージが来ました。静かな時間をとって、内側に入る時間をとって、ただただ座るっていう時間をとってみてください。
それは何もしないっていうことでもあるし、座るっていうことでもあります。でもその時間がマリナさんにとってとっても大事です。静かな時間をとってください。静かな時間。なんかそういう時間がすごく、マリナさんにとって今大切なんですね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。トロネコさん。面白い名前。トロネコさん、はい。初めてかな。うん。じゃん。ゆかちゃんです。小さなことで幸せを見出しましょう。覚えてますね。ゆかちゃんです。トロネコさん、おはようございます。トロネコさんが毎日日常の中で、一つ一つ、とても幸せな瞬間がありますよ。うん。その一つ一つを見て、ああ、私はなんて幸せなんだ。ああ、今いい時間だな。ああ、こんな時間素敵だな。好きだな。自分の好きなことできてるな。っていうふうに、一つ一つ味わってみてください。もし大きな夢とか、自分がなりたいって思ってるけど、今手が届かないことあるかもしれないけど、日常的にある幸せを見てみてください。そしてその幸せだなと思う気持ちやいいなと思う気持ち、その心で過ごすことがとても大事です。日常の中に、じゃあ全部こう幸せがあるんですね。あります、うん。いつかの幸せじゃなくて今の幸せがあります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。このクラマさんですね。クラマさん。クラマさん。来るかな。はい。ゆかちゃんですね。希望を持ちましょうって出てます。ゆるかちゃんです。おはようございます。壁に当たったとき、これで最後、これで終わりって考えてしまいます。みんなそうだけど、クラムさんもそこで終わりじゃなくて、今はそれに当たっているだけで、その先があります。何か終わりだとか、何かここで区切りとか、そういうふうに考えないでください。そのまま、今こういう時期だなと思って、そこに留まるのもいいし、また少ししたら前に一歩進めば、それは一歩先が必ずあります。何かそのぶつかった時に、結論を出して終わりにしないで、その先に一歩っていうことがあることを信じて、一歩踏み出してください。ご自分で終わりにしないってことですね。はい。必ずか次の希望っていうものを作ることもできるんですね。そうです。うん。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。このマリさんですね、行きましょうか。マリさん、うん、いいよ、これ。はい。ゆるか意識です。喜びが溢れていますよって出てます。マリさん、毎日楽しくてしょうがないんだよ。ね、そんな感じですね。よかったね。それでいいんだよ。毎日さ、楽しいでしょ？笑って過ごして、喜んで過ごして、もうそれで十分です。そんなことしてるうちに、どんどん知らない間に自分の世界は広がって、自分らしさが溢れてくるよ。もっとどんどん自分らしさが溢れ、なんかね、なんかピカピカしてる感じですね。喜びとともに溢れてくると思います。この楽しい毎日を本当に感謝して過ごしてください。はい。ありがとうございます。で、別に、さゆりさんです。超えていくメッセージって書いてあります。超えたいんだね。イルカくんです。役割をしっかりと演じましょうって出てますよ。さゆりさんは今どんな役割を持ってますか？お母さんですか？娘ですか？その役割を、しっかりやっていきましょう。なんかそこから逃げたくなって、それを超えることが、ね、超えていくメッセージって思われるかもしれないですけど、
その中にいることによる何か得るものもあるんですね。そうです。自分がね、しっかりそれを引き受けること、そこから始まることがありますよ。そこから超えていけるものがありますよ。大事にしてください。なんかとてもこう嫌な感じがするかもしれないですけど、その中にギフトがありますね。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。遠くに探しに行かないで。自分のここにありますよ。次、琴さん行きましょうか。さゆりさん、毎日の中にありますよ。日常の中にありますよ。この役割をしっかり見ましょうっていうのは、日常にあるよっていうことです。そう。今の役割ですね。はいはい。課長の人は課長の役割毎日やるでしょ。接客業の人は接客業の役割毎日やるでしょ。お父さんはお父さんの役割やって、お母さんはお母さんの役割毎日やるでしょ。それはすごく大事なことだよ。我がいるから役割。ガイドの役割毎日やってます。遊んでくれてるわけじゃないんですよ。こう見えて。遊んでるわけじゃない。皆さんお守り申し上げております。皆さんにこういうのを伝えることも僕の役割でございます。まあそれを楽しみながらやってますね。はい。はい。そうでございます。Thank you! はい、ありがとうございます。ことさん行きましょう。じゃん。はい。イルカちゃんです。あなたはクリエイティブですって出てます。イルカちゃんです。はい。イルカちゃんはことさんのクリエイティブってよくわかっています。ことさんから溢れてくるアイデアや、こんな風にしたらいいなと思うことを、気になる人に伝えてみてください。自分はこういうことできるんだけど、こういうふうに役に立てるんだけど、ここをもうちょっとこうしたらどうですか？私、こういうこと手伝います。積極的に自分ができるそのクリエイティビティを提案していってください。じゃあそれお願いしますって言って、あなたが必要とされる状況がやってくると思います。どんなクリエイティビティコトさんが持っているか、周りの人は分からない。だからコトさんが見せてあげて、こういうのはどうですかって言ってあげたら、じゃあお願いしますっていうふうになると思います。たくさんのクリエイティビティをお持ちなんでしょうね。はい、ありがとうございます。ブレス。なんか最近、僕とイルカちゃん混じっちゃった。混じっちゃったの？僕は最近イルカちゃんと僕の区別もだんだんなくなってきたって感じがする。そうなの？女になったかな？イルカも女になってきた。なってない。そこはちょっと違うって言いたいね。言いたい。はい。じゃあ次、ヨノちゃん行きましょう。ヨノちゃんこれ。世界意識です。あなたの真実に誠実でいましょうって出てますね。ヨノちゃんが思うこととか、ヨノちゃんがもうこうだと確信することが心の中にあると思うよ。それを曲げなくていいから、本当に大事にして。それを、真実だからそれを大事にして、それに従って選択していってください。間違いなく。前に進んでいけると思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。確信があるんですね、なんか真実。ショップ店長、ダースですね、大塚さん。大塚さん、これ。はい。失敗式です。流れに委ねましょう。と出てます。Yes。大塚さん、自分のもうね、波が大きい波に乗りましたよ。大きい船と大きい波に乗りましたよ。あとは波が連れてってくれるから、その一つ一つ前に起こることを精一杯やっていってください。
なんかそこに抵抗の意識を作らないで、あ、もう乗っちゃえっていう感じですかね。恋愛し得意でしょ。うん。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。今度、カオルさんですね。カオルさん。はい。ゆかくんです。辻道を立てて考えましょうと出てます。カオルさんは、ミラクル的になんかいろんなことが起こるかもしれないけれども。うん。そういう方法もあるけど、一個一個やっていくことで到達するっていう方法もあるよ。うん。何か漠然とした、こうなりたい、ああなりたいっていうのがあると思うけど、それに向かっていくには、こうして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 こうしたらそこに行くよねっていう、本当に現実的なステップがあるから。うん、そういうのをはっきり、なんていう？自分の中で先にイメージしたり、書き出したりして、それを着実にやっていくだけで、本当に壁が越えて、壁越えてね、軽々越えてね、カオルさんのやりたいことや行きたいところに行けると思うよ。うん。なんか着実に行くことで壁を越えていくっていう感じなんですね。そう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 。Yes。うん。はい、カオルさんそんな感じですね。Thank you。ありがとうございます。ナナミさん行きましょうか。ナナミさんこれ。はい。イルカ意識です。自由になりましょうと出て。ななみさん、こんにちは。ななみさんにとって自由になるっていうのはどんなイメージがありますか？今の状況からどういうふうになったら自由だと感じますか？もしこうだったら自由だな、ああだったら自由だな、こんなことしてみたいなっていうことを4月はどんどん試してみてください。今までまさかそんなのやばいでしょ、しちゃいけないでしょって思うことをちょっとやってみてください、一歩踏み込んでやってみたら意外とこれは意外と大丈夫かもしれないし、あ、これぐらいだったらなんてことはないなとかわかるかもしれないし、その自由を満喫している自分自身の新しい境地、世界が広がってるかもしれないよ。とにかくこういうになったら自由でいいのになって思うことをやってみてください、どこかに窮屈さとか制限を感じてる、そのななみさんがいらっしゃるのかもしれない、だから自由に どっちに行けば自由になるかってもうご存知なんでしょうね。そう思います、なんかそっちの方にちょっと心も向くままに行かれたらいいんじゃないでしょうかね、はい、ありがとうございます。全財さんおはようございます。おはようございます。サンさん行きましょうか。サンさん。うん。サンさんくれーん。はい。イルカ意識です。柔軟でいましょうと出てます。サンさんおはようございます、うん。サンさんの道には思ってもいないことが前にやってくるよ。その時従来の自分だったらまさかこんなことしないとか、そんなのは無理とか、そんなの嫌だって思うことも、ちょっと心を柔らかくして、まあそれをやったところで自分は自分で変わらないし、もしそのように信念をちょっと変えても自分は自分で変わらないしと、変わらない自分を感じながら心を柔らかくして柔軟に柔軟に前で起きることを受け止めてやってみてください。柔軟に、とても幅が広がって、ああ、なんだ。楽々超えていけると思いますよ。なんか柔らかくいくのがキーワードなんですね。はい。はい。ありがとうございます。タマさん行きましょう。タマさん、グレイ、レレレレ。はい。一回意識です。ハートから行動しましょうと言ってます。タマさんは、自分の心に答えがあるのは知ってるでしょ、状況の中から割り出した答えがあるんじゃなくて、こういう時はこうという正解があるんじゃなくて、私の中に、ハートの中にこうしたいという思いがあるよ、それを大事にして、そこから
行動してみて、うん、4月は特にそれを意識して、状況を見て動くんじゃなく、私を見て動いてみてください。うん、私のハートに感じてることを一歩やってみてください。ここに答えがあるんですね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ニコリさん。ニコリさん。ニコリさん、これ。はい。イルカちゃんです。リラックスしましょう。出てます。イルカちゃんです。おはようございます。おはようございます。ニコリさんは肩の力を抜いてリラックスして、ゆっくりすることが大事です。ゆっくり。何か真剣になって深刻になって力を入れて、その壁を越えていこうとするんじゃなくて、リラックスしてちょっとその壁を俯瞰して見てみましょう。上から見てみましょう。横から見てみましょう。いろんな角度から見てみましょう。壁を観察してみるんですね。はい。その壁は何でできてますか？どんな恐怖ですか？どんなあなたの思いですか？よく観察することで軽々と超えていけると思います、まずその相手を知ることですね、はい、壁だと感じている相手をよく見て、はい、そのためにはちょっと心の余裕を持った、ね、そうです、うん、その状況にあんまり食らいついて、まあ、一体になってしまうと目が見えなくなっちゃいます、ね、見えなくなっちゃう、うん、しばらくリラックスしてください。はい、ありがとうございます、はい、全財さん、ジャズさんもカード、うん、くれじゃない、はい、何いるかくんです。リーダーシップを取りましょう。取れてますね。かっこいいですね。よし、ジャズさんは、うん、誰かに従うんじゃなくて自分に従いますよ、うん、私の思いに従いますよ、うん、じゃあ私の思いはどこから出てくるんですか？私ですね。はい、うん、何かに触発されて、うん、その思いが出てくるかもしれないけど、反応で出てきてるのか、私の思いから出てきてるのか、見極めていくといいと思います、うん。私の思いがリーダーシップを取って動いていってください。うん、私の思いが全財産のリーダーです、うんうん。主人、私の主人なんですね。はい。私の主人。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。カナリアさん行きましょうか。カナリアさん、うん、はい、イルカ君ですね。客観的に捉えましょうと出てます。です、カナリアさんは4月になっていろんな思いが出てくると思います、うん、でもね、その時に自分のね思いの中に入ってドラマの中にぐるぐる入っていかないで、うん、そういう風になっている自分を客観的に見ていて、うん、あ、今こんな気持ちでこんな風になってる私がいるよってノートに書いてみて、うん、そうかそうかって、まるで別の人がそういう風に思ったり感じてるしてるみたいに客観的に見て、もう一人の自分がその自分を眺めたり、その自分を癒したり、その自分を勇気づけたりしてるようなイメージで、うん、自分自身に接していって、うん、そう、自分を客観的に見るね。そう、いろんな気持ちがあるからそれを、まあ、俯瞰するというか、うん、自分じゃないみたいってすごいです、ね、自分じゃないみたい、ね、ないみたいに面白い、アーチクみたい、うん、それができますね。できますよ。はい、ユンさんですね。ユンさん、はじめまして。いるか意識です。ハートとハートのコミュニケーションをしてくださいってで。ユンさん。うん。おはようございます。おはようございます。ブブ、イルカと申します。イルカくんです。イルカくん。ハートとハートのコミュニケーションは、うん、今僕と、うん、ユンさんがしてるみたいな感じ。頭で聞くと、うん、わかんなくなるよ。でもハートに降りてきて、ハートで相手のことを感じようとするんだ。そしてハートで自分のことを感じようとするんだ。そうやってハートとハートで出てくる言葉っていうのは、本当に真実のコミュニケーション。うん、
真のコミュニケーションができるよ。本当にお互い安心して信頼し合ってオープンな関係ができると思うよ、うん、そうやって周りの人との関係を改めて作っていったらすごくいい4月になると思います、うん、ハートとハートがつながったらそこの、ね、人と人の間にあるように感じてた壁もあっという間になくなっちゃう、ね、いやそうです、うん、作ってた壁は本当になくなっちゃうよ、うん、簡単です、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ハルさん行きましょう。ハルさんくれ、ゆかくんです。生命力に溢れていますよって。すごいですね、勢いがあります。すごいね、春だからかな、うん、春さんに春が来てるんだね、きっと、うん、とても自分自身の内側からエネルギーが湧いてきてる、うん、じゃあそのエネルギー何に注ぐか、春さんが本当にしたいことに注いでください、うん、それを引き止める気持ちや抵抗する気持ちに注がないで本当の思いのところに流し込んであげてください。それは動く、行動する活力になっていくと思うよ、うん、行動するエネルギーか、エネルギーになって動き出すと思うよ。春さんの思うように動いてください。4月、うん、力が溢れてる感じですね、うんうん、はい、ありがとう。もちもちもちさん行きましょうか。もちもちさんか、うん、はい、ゆかちゃんです。みんなつながってますよって出てます。もちもちさん、おはようございま す。ゆるかちゃんか。あ、ゆるかちゃんだね。ゆるかちゃん、僕はゆるかちゃんに重なっていこうとするね、うん、最近、うん、ゆるかちゃんです。おはようございます。おはようございます。もちもちさん、うん、はじめましてかな、かな、うん、ゆるかちゃんは感じているのはもちもちさんも、イルカちゃんも、イルカくんも、このカードを引いてるみんなも、カードを引かないけど、この番組を見てるみんなも、本当につながっています。うん。心の中で一つにつながっています。うん。そういう感覚を、本当にハートで感じてみてください。自分自身に何か他人との違いや早い遅いとか自分だけ取り残された感じとか、うん、自分だけ外れてしまった感じというのを作り出す時があるかもしれないけれども、その時本当にハートに降りてきて、この今みんなとつながっている感じ、うん、思い出してください。なんか自分だけ別な感じ、取り残された感じとかね、そういう感覚を作るとしたら、それも自分がねそう感じてるだけといえばだけだから、はい、つながっています、ね、うん、そういう感覚になった時は、ああ私がそういうふうに言って壁を作ってるんだなってね。はい、決してそういうことは起こっていません、うん、起こっていないけど、私がそのように離れてしまったとか自分だけ違うとか、うん、みんなと自分は違うんだとか、そういうストーリーを作るわけですね。そう、それだけです、うん、それが私独特のストーリーだ。はい、そうです、うん、はい、大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。エミリオさん、エミリオさん、これはい、ゆかくんですね。信念を持ちましょう。ええ、エミリオさん、うん、信念だって、信念、うん、信念強いですね。明けましてじゃないんだから、うん、違うね、明けましてじゃないんだから、うん、信念を持って、うん、何に対して信念を持つ、うん、僕は持ってほしいなと思う信念は、大丈夫だできるっていう信念かな、うん、エミリオさんにその信念を持って前に前に進んでいって、楽しい4月にしてほしいなと思った。あ、これ大丈夫なんだってね、うん、うん、
しい感じ。うん、うん、いいですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もちもちさんはさっきしましたね。ウリエルさん行きましょう。ウリエルさん。天使も来てるの？うん。イルカ君です。決断しましょうって言ってます。ウリエルさんは決断するんだって。うん。何について決断するのかな、うんうん、でも思い切ってこの4月は決断してしまうことでポーンと超えちゃうんだって、うん、ずっと後の場所にしてたことや決めかねていたことそれを決めるだけでいいんだよだってもうしたいっていう気持ちそうなんだっていうのはハートの中で分かってるんだから、うん、あとはプスパッと決めるだけ、うん、なんかこう決めたらまあ、あとはなんか展開していく。壁なんかないかもしれない。うん。そう思います。うん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。このヒデさん行きましょうか。ダン、はい、イルカ君です。集中しましょうって出てます。うん。ヒデさんは何に集中しますか？うん。自分が一番大事だと思うことは何ですか？優先順位を一番にしてでもやりたいって思うことは何ですか、うん、それがはっきりあると思うよ。あるんならそこに集中していくことで、うん、本当にそれが一番になっていく、人生になっていくよ、うん。一番にしてるのに、実際そこに集中しないで、2番、3番のところに集中してたら、優先順位一番に結局はなってないよ。うん、なんか、本当にしたいこと、かなんかあるんでしょうね。はい。うん。4月はそれを本当に一番に置いてやってみてください。うん、そのように全てが展開していくから安心して大丈夫です、うん、はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。このあゆみさん行きましょう。あゆみさん、はい、これじゃない？あ、すごいね。かっこいいです。この道を進みましょう。一番じゃない？一番です。うん。あゆみさん、この道ですよ。うん、迷ってます。分かってますか？うん。他のものを選ぼうとしてるんですか？あなたがこの道と思ってた道があなたにとっての道だったって。うん。なんか違う道を探そうとしたかな？うん、どうですかね。うん。この道でいいんだそうですよ。いいんだそうです。うん、ありがとうございます。京子さん、作るの楽しいですよね。って書いてありますね。楽しい。うん。みちさん、行きましょうか。みちさん、これ。うん。はい。イルカ意識、すべての言動を意識しましょうって出てます。うん。意識を張っていくんですね。うん、みちさん、うん、自分が話すこと、言ってる言葉を言いながらよく聞いてみて、私こういうこと言ってるっていうことはこう思ってるんだなって改めて実感してみて、うん、ああ、嫌だ、嫌だ、嫌だって言ってるっていうことは、当たり前なんだけど、このことが本当に嫌なんだねって、自分の心を実感してみて。うん、ああ、なんとかなんとかなんとかって言ってることは、そのなんとかのことにこんなに気になってるんだね。うん、だったらそれやってみるとかね、うん。自分の言動を聞いてみて、自分の思いに気がついて、うん、そしてその思いのように行動してみてください。うん。なんか自分のことをよく見るんですね。Yes. うん。そこに全て答えがある。Yes.、うん、はい。そうです。うん、ありがとうございます。セントさん行きましょうか。うん。あ、ごめんなさい。あさみさんですね。はじめまして。はじめまして。どうする？カードもなくなってきたよ。なくなってきたね。
と4枚。あと4人かな。あと4人って感じですかね、これね。ジグダン。はい。サミさん、いる会式です。勇気を持ってチャレンジしましょうと出てます。うん。あさみさん、おはようございます。おはようございます。はじめまして。さあ、あさみさんの壁越え？うん。勇気がいるみたいですよ。えいや、うん、思い切ってやってみました。えいやなんだ。うん。でも思い切ってやってみることで、あさみさんの人生が本当に開けると思うよ。うん。思い切って、思い切って、いろんな自分が気になっていることをやってみたいことにチャレンジしてみてください。うん、そうやって壁をどんどん越えていって、まあ楽しい楽しい4月になると思う。うん、ちょっとの勇気だよ。エイヤーだね。エイヤーだよ、うん。ちょっとエイヤーしてみてください。ちょっとエイヤーしてみてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では、セントさんいきましょう。セントさん、これです。イルカくんですね。今すぐ行動しましょうと入れてますよ。うん。なんか、躊躇することなく今って感じですね。うん、セントさん、うん、今すぐ行動するんだって。思いがあって、多分そうしようと決めているんだけど、うん、あとは行動するだけっていうところにいるのかもしれないね。うん、まずはパンパン行動して、やってみることで、どんどん4月は、新しい自分に出会っていけると思いますよ。うん、いいじゃない？とっても。今思ってることどんどんしていく感じですかね。うん。うんはい、ありがとうございます。ありがとうございます。あとカード2しかないから、ね。2人だけかな。あら、リバティさん。リバティさん。じゃん。はい。ワクワクすることに目を向けましょうと出てますね。うん。ワクワクすること。リバティさん、おはようございます。おはようございます。ワクワクすることは何ですか？うん。ワクワクすることはね、何かは実は分かんないよね。そうだね。そこに当たってみないと分かんない。分かんないんだよね。でもその話を聞いたとき、なんかそうしたいなと思ったときにワクワクする。それなんだよ。で、ワクワクするものは固定じゃないんだよ。うん。ね、どんどん変わっていきますね。どんどん変わっていく。うん、最初はこれ楽しかったけど、だんだんつまんなくなるってあるじゃん。うん、そうしたらそれはもうしなくていいんだよ。うん、だから、今、ハートで、ワクワクとか、ゾクゾクとか、イヒヒとか動く、その感覚を大事にして、じゃあやってみるっていうふうに。今なんだよ。今のワクワクに従って、動いてみてください。今のワクワクですね。うんうんうん。はい。それが4月のワーク越えにつながっていきます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。どうしよう、あと1枚になっちゃったね。まだなんかいらっしゃいますね。どうするか、ね、こんなに。あ、でも、あともうちょっとかな。少しだったら、もう少しだったら、いいよ。みんなの分やろう。もう僕は優しすぎるから。優しいね。まだ嘘ついてなかった。ああ、嘘つきたかった。これ全部嘘だったって、その、あれなんだね。ああ、全部嘘。つなげちゃって、もうできないよ、嘘つき。今日は、エブリルールだから嘘つきたかったのに、これからつくかな。これからつくね。もう。じゃあ、どうするかな。じゃあ、この人をやる。うん、まず、ラピートさんですかね。ドーン！はい。イルカ君です。責任を持ちましょう。あ、すごいね。ラピートさんは、自分自身にできるっていう能力があるんだよ。うんうんうん、だから、その目の前にあることを背負うことができるぐらい肩が大きいの。うん、
肩が大きい、ね、そう、肩が大きいのに、その荷物も背負わないで、うん、結構です、結構ですみたいにして、記しないで、わ、うん、かりました、持ちますよ、やりますよ、みたいな感じで引き受けるっていうことが大事です。肩が大きい人は引き受けない、引き受ける、ね。そうそう、力ある人荷物持つでしょ、うん、力ない人荷物持てないから別のことするでしょ、そういう感じ。うん、アピーズさん、まあ、目の前にあること責任持ってできる人ですよ。っていうメッセージです。頑張るですかね、ラピートさん。うんうんうん。でもその先には、うん、なんだ自分こんなに肩が大きかったのか。肩が大きいって表現もしない、うん。まあすごく大きな存在だっていうことですよ、うんうん。自分の偉大さに気がつくっていうことですよ。うん、いいよね、はい。いいですね。オッケーオッケー。はい、ありがとう。じゃあ2週目。2週目ですね。何人目だ。74枚。72人目です。74人目。七色ピッピさん。七色ピッピさんは70。だから。本当だね、七色。七色だから。イルカちゃんです。瞑想しましょうって言って。イルカちゃんです。うん、七色ピッピさん、おはようございます。七色ピッピさんは、静かに自分一人の時間をとって、ゆっくり瞑想してみてください、うん、深く自分の中のハートの中にある思いを掘り当ててみてください、うん、なんかあるんですね。あります、はい、ありがとうございました、はい、ありがとう。このゆうすけさくらさんですね。OK、ゆうすけあさくるさん、これ、はい、ゆうかちゃんです。いつも遊び心を持ちましょうって出てます。ゆうかちゃんです。おはようございます。ゆうすけさんはいつも遊び心を持ってますね、うん、それでいいので、うん、壁がどんなに来ても遊び心で乗り越えていってください。そうね、深刻にならないで考えすぎなくて大丈夫です、うん、いけそうですね、はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ミミさんですね。ミミさん行きましょうか。ミミさん、これ、うん、はい、イルカ意識です。奇跡的に進むよ。ミミさんもだ。いいですね。いいじゃない。うん、ミミさんのカードも奇跡的に進むようだった。うん、自分の、うん、思いで壁作ってさ、うん、進めない進めない、どうしようどうしようって思うじゃない、うん、でもそんな時もいや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 、奇跡に先に進むんだから大丈夫だって自分に話しかけて、うん、どうしようと思った時、奇跡のように進んでいくから大丈夫だって自分を勇気づけてあげて、うん、本当にそうだから、うん、奇跡的に行くんですね。本当にそうだからね。はい。うん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。このエッコさんですね。エッコさん。うん。エッコ。と。はい。あなたらしさを表現しましょうですね。エッコさん、はじめまして。イルカくん言います。エッコさん、自分らしさを表現するの、うんうん、とってもいいと思うよ、うん、じゃあ自分らしさってなんだろうね。エイコさんが感じることはエイコさん独特のものだよ、うん、他の人とは違うことを感じてるんだ。みんな人それぞれ違うことを思ったり感じたりしてるから、それをそのまま言葉にして相手に伝えたり表現することは大事だよ、うん、エイコさんは何か言葉以外に表現方法を持っているんだったら、それも食べてるの、うん、何かにならなくていいってことですね。Yes、 自分らしく表現してください、うん、はい、ありがとうございます。確かゆっこさんも同じだったよね。そうだ、ゆっこさんも並んでます。並んでいる。巨大化します、ありがとうございますって書いてある。はい、サムドルフィンさん。サムって何ね、サムドル
サブさんかな。わかんない。ドルフィンの何頭がいるからサムなの。英語なの。それともサムって名前なの。マイクドルフィンみたいな。マイクドルフィン。サムドルフィン。うん。ちょっとかっこいい感じ。これ。うん、ちょっと憧れる。うん、かっこいい。イルカちゃんです。あなたの豊かさに目を向けましょうって出てます。イルカちゃんです。おはようございます。はいはい、サムドルフィンさんはとても豊かなハートを心持っています。うん、その豊かさで、どんどんその豊かな現実を味わっていって楽しんでいってください。うん、こんなことしましょうか。こんなことできますよ。わあ、豊かな。ものを現実に表して何かものを買ったり、何かを生み出したりして、うん、本当にこの三次元を楽しんでください。四月はこの物質をこの体に持って楽しむっていうことがサムドルフィンさんのポイントになると思います。うん、この物質の豊かさをね、味わう。いいですね。いいですね。なんか楽しそうですね。楽しそうですね。うん。ありがとうございます。メイプルさん、ありがとうございます。Thank you。あ、みんな押した方がいいんでしょ。なんかね。スピリチュアルテレビのボタンを押してくださいって、ね、テレさん言ってたよ。うん。ニコさんもありがとうございます。京子さん。比叡山中腹のホテル、ロテルド比叡。ロテル。ロテル。素敵なホテルです。比叡山の根本中道に。あ、次比叡山に行ったんでしょ。比叡山にいたの？違うの？比叡山、まあでも、滋賀県でね、私生まれてますので、比叡山が近かったですね。うん。うん。比叡山何回か行ったことあります。素敵ですよね、ここね。うん。七海さんも行ってらっしゃいます。京子さん、根本中で夢に出てきたこともあって大好きな場所です。前世は比叡山に修行したこともあったかもしれません。きっとそうだね。ご縁がある。うん、いってらっしゃいませ、うん、富田香奈さん、境界線、深いメッセージありがとうございます。取り入れやすくなっているのではまあ分かってました。私本来じゃないなって思うこともあったり意識してますって。うん、マネースだからね。チカンさん、カードありがとうございました。肉体次元の自分をワクワク楽しみ、自分のなすことに至ります。いたりますか、ぽいよね、ずいぶん。かっこいいね。ジョカンさん、Thank you。パールさん、なりたい自分、一つ一つが大事なんですね。そうだね。ふうさん、楽観的に楽しみます。楽しんでね。KKY さん、ワンネス尊重。自分と周りは同じ一つ。うん。マトモさん、止まらないでいきます。行ってください。プリンさん、本当にいろいろな私がいるんですが、最近あまり出てこないという押し込めていた私が主張してきたりしてます。ちゃんと何を主張しているか聞いてあげてます。いろんなキャラクターがね、出てくるよ。4月はみんな出てくると思うよ。だから壁を作るんだ。一つのキャラクターはイケイケって言うんだけど、もう一つのキャラクターは、そりゃダメだって言ったりするんだよ。カットするのね。カットするんだ。それが障害だよ。なるほど。日本さん、気負わないように経験できることに感謝します。うん、素敵だね。マロンさん、止まったり交代せず4、5、6歩と進んでいきます。そういうこと言ったね、僕。うん、ミキニャンさん、このままの私で満足とどうしたいのか、ドンピシャリの日々です。ミキニャンさん、Thank you。 桃色さんさん、欲しいものはすぐ気づきますが、目に見えないものは目をそらしがちなのにしっかり見つめて欲しいって独り言しています。なるほど。 Yes。 舞子さん、自分を表現して分離させないことですね。はい。うん、ですね。ドルフィンアイさん、隠してる自分。はい。藤子さん、私だから魔法の言葉。 Yes。 アツピが言いました。私だから。ね。どうも、はい、私だから。さやさん、もっと私が表現してみたいと思います。ぜひお願いします。カードお願いします。ひとみ、ひろみさんですね。オーケー、ひろみさん、これ。はい。誘拐意識です。
あらゆることに感謝しましょう。OK、ひろみさんは、うん、いろんな状況のこの4月の中で、すぐにね、頭から感謝しなくていいんだよ。あ、これありがたいとか思ってもないのにしなくていいんだけど、うん、その状況を一つ一つよく見て味わってみて、あ、こうだから感謝だな、自分にとってこうだからこれはとっても感謝に値するって言ってね、心からの感謝をその状況一つ一つの中で味わってみてください。うんですね、深い感謝の体験ができると思うよ。そうそうそう、味わって、はい、うん、はい、ありがとうございます。じゅんさん、バービー、最近どんな感情にも振り回されない自分がいるなと感じます。今日は春休みの子供たちとケーキを食べます。あ、ドリフィネスとカードだからね、うん、いいですね。ドリフィネスさん、まさにです。出ちゃった。いつ出そうって自分の中で行ったり来たり、全部出してみる4月にします。この気が付かで自分を出す許可を作っていきます。全部バレていると。うん。はい。あ、聞き。エンジェルさん。あ、エンジェルさん来ました、ね。天使さんも来た。うん。はい。はい。向くんです。リーダーシップを取りましょうと出てますね。エンジェルさんは、周りの人の中で自分の意見をはっきり言ったり、こうしたいっていうことを伝えることでリーダーシップを取っていく、うん、といいなぁ思った、うん、後からついていくんじゃなく、様子を見てじゃなく、私からリーダーシップ取ってください、うん、言っていっていいんですね。はい、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。うん。テキスイライランさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ん、シミさんですね。オッケー。シミさんですか、これ。はい。イルカくんです。客観的に捉えましょう。うん、ヒミさんも、うん、その壁が出てきたらね、4月に、ああ、もっとこっち行きたいのに、なんでこれ行けないんだろうみたいに出てきたときに、その壁を何で作ってるか、よくその壁の素材、どんな思考で自分の考えでできてるのか、よくよく吟味してみてくださいね。よく見るんですね。よく見たとき、だったら全然問題ないじゃんっていうことがわかると思うよ、うん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。めぐみさん、人に頼むことが苦手なので何でも自分でやってしまいます。お願いすることも大事ですね。自分を大切にします。うん。Yes. そうね。うん、本当にいろんなことができるとね、ついつい自分がいっぱいやっちゃうよ。できる人こそいっぱい仕事が来るみたいな感じ。リアンさん、最近慌ただしいので静かになってハートの声聞いてみます。はい、Thank you。ミミさんですかね。はい、これ、これイルカくんですか、うん、しっかりとしましょう。よし、ひみさんはどっちの方向に行きたいのか、まずその方向を意図して定めていったらいいと思うよ、うん、あっちもこっちもあっちもこっちも気になるかもしれないけれども、4月はちょっと一つの方向に絞って意図して、そこの方向でどんどん進んでいくのがいいと思いますよ。うん、意図したんですね、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。シャスタさんが、今の自分を愛します、うん、自分にごめんねって、うん、うん、ピさん、一足も二足も早いけど誕生日おめでとうって書いてありますね。お誕生日なんだね。うん、おめでとうございます。どうございます。ピヨンさん、たとえ壁作っても自分がさらに成長するギフトだと思います。イエーイ。ずんずん進んでいきます。ずん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 進んでってください。すみれさんもありがとうございます。Thank you。トムさん、うちに向けて愛しまくります。まくります。すごいね。すごい、愛しまくる。ニホンさんです。スミレの友達の方なんですね、ニホンさん。二人で準備してみていました。そうなんだ。そっか。
朝から一緒にいたの、うん、そうなんだ。コバさん、私のしたいことにフォーカスしてドルフィンズの前の仕事にします。 Yeah, thank you、うん、マリーナさんもありがとうございました。 Thank you。 ナイロビさんもシャスタさんありがとう。 Thank you。 マコリンさんありがとうございます。今朝も自分や犬たちの朝食の支度をしているとき、過去や未来のことにとらわれてふっと不安になっている自分を感じていました。感じていて、うん、今この瞬間に集中しろ、この料理作っている自分の今の行動に集中しろって自分に言い聞かせながら朝食作ってました、うん、すごいですね。さすがですね。すごくタイムリーな指摘ありがとうございます。ゆうかくんたち見られてるみたい、うん、うん、多分見られてるよ。クラマさん、希望を持って一歩進みます。イエース、うん、頑張って。ひとみさん、今の私にイルカちゃんの声がとても響き、希望が持てました。よかったです、うん、イルカちゃんです。ありがとうございます。店長ダーさん、つるーと旅に乗ってきました。イエース、うん、ね、乗ってってね。着実に一歩一歩ぴったりのメッセージです。うん、 Thank you。サンさんもありがとうございます。ありがとうございます。イルカくん大好きだ。どうしよう。どうしよう。恥ずかしい。うん、嬉しすぎる。嬉しすぎですね。うん、カナリアさん、今月はもう一人自分を作って、俯瞰して自分自身を見れるようにしていきます。うん、Thank you。ハルさん、活力あふれているという内容のカードでした。ありがとうございます。うん、環境も新しくなり、いろいろ滞っていたものをスタートさせていく。ようとしていました。うん、自分で決めて進めていきたいと思います。Yes。 促していただけるカードありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ハルさん。ユンさん、ありがとうございました。私の4月のテーマ、ハートオープンを意識しています。ハートを感じることを大切にしています。皆さんへのメッセージをとても参考になりました。うん、Thank you。 うん、ありがとうございます。ダイゴさん、また寝てしまいます。あとで録画見させていただきます。ありがとうございました。ああ、よかったね。ゆっくり休んで。ゆっくり休んでください。ヒデさんのカードありがとうございました。一番にしたいことを思い浮かべ、は思い浮かびません。どうしたら見つけられますか？思い浮かんでるんだよ。うん。ヒデさん。うんうんうん。思い浮かばなくても、浮かんでこなくても中にあるからね。うん。じゃあ、何一番にしたい？自分の、まず、どういうことが、今の自分のやることがある？仕事とか、うん、家族のこととか、自分の趣味のこととかちょっと書き出してみて、じゃあこの中でどれが自分にとって一番したいこと、大事に人生の中で優先したいことかなって。もし自分が、もう本当にあと3日しかここにいられないとしたら、この地球にいられないとしたら、何を優先するかなとか、そんなに迫るともっと遊ぶことしか考えられないとか、あの人に会うことしか考えられないとかだったら、じゃああと1年ってなったら、うん、何この1年したいかなとか、そんな風にそうやって探してみる、ね、探してみるのもいいと思います。うん、うん、ですね。ありがとうございます。 Thank you。 向井さん、リラックスします。知らず知らずのうちに力が入っていたのかも。ゆるゆるいきます。ゆうすけさんですね。たまに考えすぎちゃうんです。遊び心でいこうと思います。結構考えちゃうよね。そうね。でも遊び心でいきましょう。みちさんもね、こう言葉で自分をいじめてなぁと思うことがあるので、高い意識を持って過ごします。はい。いじめちゃうんですね。いじめてる自分を見ていくって感じですね。ナイロリピさん、あれや、この間もどこかで瞑想しましょうって出たな。そうなんだ。これ瞑想してみよう。アートの奥の気持ちに行ってきます。そうですね、いいかもしれないね。そうだね。ミミさん、奇跡的に進みます、ね、進みます、ね、うん。ナナミさん、自由っていうカードのメッセージありがとうございます。自分の考えで自分を窮屈にしてしまっていることをやっと自覚できるようになりました、うん、そうなんだ。フィシャルテレビに出会えたおかげです。わあ、よかったね。よかったですね。ラピースさん、肩が大きい。ね、面白い、ね。できるの意味ですよ。ひとみさん、感謝。Yes。ありがとうございます。ゆうさんもね、
あ、録画で見られる。全員見てください。ちょっとデッキ見たい。うん。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。たくさん書いて、僕のメッセージに答えてくれて、超嬉しかった。うんうん。ね、嬉しかったですね。あ、公開収録ね、12日になりますね、早まってね。この日はスペシャルなんだよ。うん。ぜひ、早までね、イルカくんに会いに来てください、ね。うん。うん。あさみさんもね、行動したいのを恐れて足踏みしていました。うん。そんな自分もダメダメと思わず抱きしめて、いいやと一歩踏み出しています。イエス、イエス、イエス。いいですね。日本さん、誰かの手助けしたいときに少ししかできないうちに、すごくプレッシャーを感じてしまっている自分に気づいて、yes. 自覚に言われて気負わないということを思いました。はいはい。頭で分かっていたのに本当に気がついた感じです。なんて自分がそれができないんだろうって。うん、プレッシャーを感じられたんですね。大丈夫、大丈夫。うん、いいんだよ。あなたらしく。手助けしてあげればいいんだから。ね、自分のペースですね、うん。うん。相手が望むようにはできないかもしれないし、うん、ちょっと違ってるかもしれないけど、日本さんらしさでできると思います。うん。うん。ひとみさん、うん。長時間ありがとうございました。いや、こちらもそんな長い間、本当にありがとうございます。みんなもずっと見てくれてありがとうございます。ねうん、お元気でいてくださいって、かしこまりました。お元気でおります。お元気でおりますか。うん、元気すぎるけどね。はい。ねえ、長い間ありがとうございます。ありがとうございます、うん。僕のメッセージ聞いてくれて、本当にありがとうございます。イルカちゃんもありがとうございます。ぜひ、桜のね、が最低で綺麗な季節ですね。春満喫、ぜひ皆さんもしてください。うん、皆さん、ね、ありがとうございました。あやこです。ありがとうございました。イルカたち急にどっか行きました。急に遊びに行きました。急に遊びに行きました。さゆりさんもね、役割を演じながら整理していきたいと思います。うん。マコリンさんもね、下の方を書き込んだので、3月は、看護師最前線に書いてありましたって感じでした。そろそろやらなければいけない時期と、格好を決めました。ああ、そうですか。あ、堀さんも肩が大きいんですか、ね、あ、ゆこさんも最後まで見てくださって。うん、ねえ、本当だね。なんか、たけのこご飯とか食べたいですね。たけのこ。本当だね。ねえ、4月12日は公開収録、うん、1時半から早までありまして、で、夕方ね、その、太陽が、ちょうどその葉山から見ると富士山にこう落ちるダイヤモンド富士っていうのが見える。ああ、ちょうどその頃。その日らしいんですよ。なのでまあみんなで海岸で見るか、まあちょっとデニーズかどっかに行って、行けたらいいね。それを見たいなと思いますので、ぜひぜひ遊びに葉山までいらしてください。4月12日ですね。うん、はい。あとワンデーワークショップ4月5日。ですので、悟り講座ですね、今週末の土曜日ですね、うん、悟りのについて1日でねコンパクトにまとめた、ワンデーワークショップありますので、よかったらね、うん、イルカ君が熱狂的にやりますので、うん、もっと悟りにねちょっとでも関心のある方はとてもいいワークショップだと思います。そうですね。スピリチュアルテレビでもたくさんの悟りの方が出られてるんですけれども、うん、それを自分のものにしていくことができると思いますので、うん、ぜひぜひ大盛りですご参加ください。日本さん、私らしくできることがあるって信じてみます。うん、本当にありがとう。わいこさん、ありがとうございます。日本さん、ありがとうございます、うん、画面の下のスピリチュアルのボタンを押してくださいね。私たちもちょっと押してみます。うん、押してみました。はい、ね、テリーさんもいつもいつもありがとうございます。素敵な放送。ね、ありがとうございます。いろんな方を。紹介してくださって、また私たちもこうやって時間を枠を作ってくださってありがとうございます。
じゃあ皆様今日も良い一日をお過ごしください。はい。ありがとうございました。寄付もお願いします。あ、押しました。Shukki